宮本武蔵二天の巻吉川英治修行一学問は朝飯前に昼間は藩の事務を見たり時には江戸城へ詰めたりその間に武芸の稽古は随時にやるとして夜は大方若侍相手に打ちくつろいでいる忠俊であったどうだな何か近頃面白い話は聞かぬか忠俊がこう言い出す時は特に改めて 無礼講と許されなくても、家臣たちは、されば、こういうことがございますが。といろいろな話題を持ち出すのをきっかけに、礼儀こそ便さないが、家長を囲む人家族のように、結び合うのが礼であった。終従という段階があるので、ただとしも、公務の場合は、俊厳な容態を崩さないが、晩飯の後など、帳とばりも一の人へになって、宿直の者たちの世間話でも聞こうとするときは、自分もくつろぎたいし、人をもくつろがせたいのであった。それに 自身が、まだ多分に、市川の若侍といった風だから、彼らと膝を組んで、彼らの言いたいことを聞いているのが好きであった。好きばかりでなく、世情を知る上には、むしろ、朝の敬所よりも、生きた学問になった。岡谷、はあ、そちの槍は、だいぶ上達ったそうだな。上がりました。自分で申すやつがあるか。人が皆申すのに、自分だけ謙遜しているのは、かえって嘘をつくことになりますから。 ははは、<laughs> しぶとい自慢よの。どれほどな腕並みになったか、いずれ見てやるぞ。で、早く、ご合戦の日が来ればよいと、祈っておりますが、なかなか参りませぬ。参らずに、幸せであろう。若殿には、まだ、近頃の流行り歌を、ご存知ありませぬな。なんという歌か。やりつかまつやりつかまつは多けれど、岡谷五郎次は一のやり。うそを申せ。忠敏が笑う。 一同も笑う。あれは、名古屋三座は、一の槍という歌であろうが。いや、ご存知で、それくらい。と、忠敏は、もっと、過剰の通を言ってみせようとしたが、慎んだ。そして、ここでは、平常の稽古に、槍を致しておる者と、太刀を致しておる者と、いずれが多くあるな。と尋ねた。ちょうど、七名いたが、拙者は槍。 答えた者が5人で、太刀、といった者は7名のうち2人しかなかった。で、忠シは重ねて、なぜ、槍を習うか。と、その者たちへ尋ねたところ、戦場において、太刀よりも利がござれば。と、一致した答えだった。では、太刀の者はと、聞くと、戦場においても、平時においても、理がござれば。 太刀を稽古していいるという2人が答えた。2. 槍がきか、太ちがきか。これはいつも議論になることだったが、槍の者に言わせると、戦場では平常の小技の稽古などは役には立たぬ。武器は体に扱える程度に長いほど利である。ことに、槍には突く手、殴る手、引く手の三役がある。槍はまた戦いに存じても太ちの代わりがあるが、太ちは。 折れたり曲がったりしたら、それ限りではないか。太刀の利を解く者はいや、我々は、戦場だけを武士の働き場所と考えていない。常住座が、武士は、太刀を魂として持っているので、太刀を修練するのは、常に魂を研いでいることになるゆえ、戦場で、多少の不利はあっても、太刀を、本意として武芸は磨くべきだと心得る。その武道の奥義に達しさえすれば、太刀によって得た連磨も、やり終われば、やりに通じ。 鉄砲を持てば、鉄砲に通じ、決して、未熟な不覚はあるまいかと存じます。一芸万法に通ずとか申しますれば、これは、果てしない問題になりそうである。忠しは、どっちへも加担せずに聞いていたが、立ちに利があると、力説していた松下舞の誠というは風村へ。舞の誠、今のは、どうもそち自身の興奮でないところがあるぞ。誰の受け売りだ。と、言った。舞の誠は、 むきになって、いえ、手前の持論で、と言ったが、だめじゃ、わかると、忠しに見破されて、実は、いつぞや、岩間ば各兵衛殿の、いさらにものお住居へ招かれた説、同じ議論が湧き、居合わせた佐々木小次郎と申す、その家の係り人から聞いた言葉でございます。しかし、手前の平常の主張と一致しておりますので、手前の考えとして、申し上げた次第で、他を偽るつもりはございません。 白状しただとしは苦笑しつつ、胸の内で、ふと、反務の5つを思い出していた。それは、かねて、いわば各米から推挙している、佐々木小次郎という人間を召し抱えるか、否か、聞き置いてあるまま、いまだに宿題として、決めかねていたことである。推薦者の各米は、まだ、若年ゆえ、200石を下し置かれれば。と言っているが、問題は、六高ではない。 一人の侍を養うことが、いかに重大か。ことに新山を入れる場合においてはなおさらであることはくれぐれも父の細川三時からも彼は教えられていた第一が人物である第二が矢和であるいくら欲しい人間でも細川家には細川家の京を築き上げた不代がいる一藩を石垣に例えて言うならばいくら巨大な石でも良質な石でも すでに柿となっててまれている石と石との間に組み込める石でなければ使えないのである。均等の取れないものは、いかに、それ以下が、えがたい質でも、半平の一石とするわけにはいかない。天下には、あたら、そういう角が取れないために、せっかくの遺材名石でありながら、野に埋もれている石が限りなくある。ことに、関ヶ原の乱後には、たくさんあるはずであった。けれど、手ごで、どこの柿へでもはまるような石は、 抱える大名がその多いのを持て余し、これはと思う石には計画がありすぎたり、妥協がなくて、事故のき絵はすぐ持ってこられないのが多かった。そういう点で、小次郎が若年者であってしかも優れているということは、細川家士官するには無難な資格であった。まだ石とまではならない、若い未成品だからである。三、佐々木小次郎というものを思い出すと、細川忠敏は、同時に宮本武蔵なるものをも、 自然胸の中で思い比べた。その武蔵のことは、はじめ、老臣長岡佐渡から聞いたのである。かつて、沢渡が、今夜のような夜伽の、君臣弾丸の折に、ふと、近頃、変わった侍を一人、見出してござるがと、例の法典が玄海魂のことを話したのである。そして、その法典が腹から立ち返ってきた次の折には、惜しいことに、その後、行方も相分かりませぬよしで。 短足と共にしただが、忠敏は断念しきれず、ぜひ見たいものだと言って、心がけておるうちに、居所も知れよう。佐渡、なおも心がけよ。と、命じておいた。で、忠敏の胸には、岩間革兵から、推薦の佐々木小次郎と、武蔵とが、いつの間にか、比べられていた。佐渡の話を聞けば、武蔵の方は、部に優れているばかりでなく、たとえ、三夜の部落にでも、 開墾を教え、自治を悟らせるなど、計策もあり、人物の幅もある。また、岩間各兵衛に言わせれば、佐々木小次郎は、名門の子で、深く県に参事、文法に通じ、まだ年生も若いのに、すでに、元流という一派をすら自称しているとあるし、これも、ザラにある豪傑とは思われない。ことに、各兵衛以外の者からも、近頃、江戸における小次郎の件名は、しきりと聞くところであった。隅田河原で尾 4人も切って、平然と、帰っていったということ。神田川の包みでも、また、北条新蔵までも、返り討ちにしたというようなことが、よく噂に上るのだった。それに引き換えて、武蔵という名はとんと聞かない。数年前に、京都の一条寺で、その武蔵が、吉岡一門の何十名を相手にして打ち勝ったというようなことは、一時懸念されたが、すぐ、その反対説が出て、あの噂はさは、繭唾仏だそうじゃ。 とか、武蔵というのは、売名家で、派手に流行ったが、いざとなった場合は、いつ早く、永山へ逃げ込んだというのが真相らしいて。とか、その他、良い時には、すぐ一方から出る反動説が、間もなく、彼の懸命をもみ消してしまった。いずれにしろ、武蔵の名が出るところには、何か、すぐ悪評がまとっていた。さもなければ、黙殺されて、彼という賢人などは、賢人の仲間に、いるかいないか、 存在の程度すらないほどだったそれに、美作の国の山奥で生まれ、名もない郷氏のせがれでは、誰も顧みるものはなかった。尾張の中村から秀吉が出ても、まだまだ、世の中は階級を重んじ、血統をてらう風習から少しも抜けていなかった。そうだ、忠敏は、思い出した手を、膝に打って、若侍たちを見回しながら、武蔵について、居合わす者たちに聞いてみた。誰か、そちたちの中に、 宮本武蔵というものを存じておるものはないか何か噂でも聞いたことはないかなするとすぐ武蔵」と顔を見合わせてつい近頃その武蔵の名は町の辻々に出ておりますので誰でも名だけは存じておりますがと若侍のほとんどがみんなそれを知っているような興奮だった「四」ほ「武蔵の名が辻々に出ておるとは」 どうした理か。忠俊は、目を見張った。縦札に書かれてあるのでござる。若侍の一人が言うと、森坊が、その縦札の文言を、他人が写してゆくので、拙者も、面白いことと思うて、懐紙に写してまいりました。若殿、読み上げてみましょうか。うむ、読んでみこれで。と、森坊は、ホームを広げて、いつぞや、オラうに、後ろを見せて、突に逃げた。 宮本武蔵へ、物言うべい。みんなくすくす笑った。忠しは、真面目だった。それきりか。いや。と、森坊は、本遺伝のおばばも、あだと尋ねてあるぞ。おら衆にも、兄弟分の意書があるぞ。出てこずば、侍とは言われまいが。と、読み続けた。そして、これは、半河原やじひょというものの、乾字どもが書いて、各所に立てたものだそうで。 いかにも文言が、無法者らしいと、町の者は禁止がっておりまする。と説明した。忠敏は、ほろ苦い顔をした。自分が胸に持っていた武蔵とは、それではあまりに違うからである。その唾は、武蔵が浴びているばかりでなく、自分の暗具もあざけられている気持ちがしたのであろう。ふむ、武蔵とはそんな人物か。忠敏が、なお、一松の諦めかねたものを持って、そう言うと、ほとんどが、幾度に。 どうもつまらぬ男のようでござります。と言ったり、いや、何よりも、よほどな卑怯者と見えまする。市長人などに、小馬で、恥かしめられても、ゆっこう姿を見せんそうですから。と、一同が言った。やがて、自名称が鳴ると、若侍たちはみんな、退座した。忠敏は、眠ってからも、考えていた。けれども、彼の考えは、穴勝がち衆と一致していなかった。 むしろ、面白いやつ。と思った。武蔵の立場になって、複雑に考えてみることに、興があった。あくる朝、いつもの慶書の間で、受講を受けて、園へ出ると、庭に、長岡佐渡の姿が見えた。佐渡、佐渡。と、呼びかけると、老人は振り向いて、朝の礼儀を、庭先から陰銀にした。その後も、心がけておるか。忠敏の言い方が、佐渡には、 唐突に聞こえたと見えて、ただ目を見張っていると、武蔵のことじゃよ。と、忠敏が付け加えた。はっ。と、沢旅が頭を下げると、とにかく、見つけたら、一度屋敷へ小移れい。人間が見たい。同じ日、いつもの湯場へ、忠敏が、馬少し過ぎ、姿を現すと、的場の控え所に、彼の姿を待っていた岩間覚兵衛が、それとなく、小次郎の推挙をまた、繰り返した。 忠しは弓を割りながら、うなずいて、忘れておった。うむ、いつでもよい、一度、その佐々木小次郎とやらを、この湯場まで小ょうつれてこい。抱えるか、抱えぬかは、見た上のことじゃが。と、言った。虫し,しぐれ。一。ここは、伊さら小坂の中腹、岩間角兵衛が、支度の赤門の中。小次郎の住居は、その時代で、独立した手狭な一棟であった。 おいでか。と、ほうなうものがあった。小次郎は、奥に座って、静かに、剣を見ていた。愛犬の物欲しさを。これは、ここの主の各兵衛に依頼して、細川家に、出入りの寿司の康介へ、とぎにやっておいたものである。ところが、あの事件、その後、康介の家とはいよいよ敬意がまずくなったので、いわば各兵衛から催促してもらうと、今朝、康介から送り届けてきたのである。無論、 げてはいまいそう思って、小次郎は座敷の真ん中に座って、鞘を払ってみたところが、とげていないどころではない、キラキラと百年の鞘えを改めて、縁の水かとも、深くて青黒い鉄肌から、明として、白い光が跳ね返したのである。あざのようにあった、薄いサビの半紋も消えているし、血脂に隠れていた家も、おぼろよの空のように、ぼーっと美しく現れていた。まるで、見直してしまったな。小次郎は かず見入っていた。ここの座敷は月の岬の高台にあるので、芝の浜から、品川の海は、もとより、上総沖から湧き上がる雲の峰ともざながらに向かい合っていた。その雲の峰の影も、品川の海の色も、剣の中に溶けていた。お留守かの。小次郎殿はお在で出ないか。間を置いていた子外の声が、ふとまた、しおり戸からそう訪れていた。誰がたか。刀をさやに収めて、 小次郎はおりますが、用事なら、芝織から縁へ回ってくだされい。言うとすぐ、やれ、いるそうな。という話し声がして、お杉場だと、一名の無法者が、縁先へ姿を現した。誰かと思うたら、バ婆殿であったか。暑い日中を、よう見えたの。ご挨拶は、あと。千足水をいただいて、足を清めたいが。そこに石井戸があるが、ここは高台なので。 恐ろしく深いぞ。カン。ババれが落ちるということだ。かいぞえしてやれ。カンと呼ばれたのは、彼女の道案内に、半河原の部屋からついてきた下っ端である。井戸で、汗を拭いたり、足を洗って、やがて、お杉ババは座敷へ上がり、挨拶を済ますと、吹き通す風に目を細めて、涼しい家じゃが、こんな家に換気をしてござったら、良い怠け者になりはせぬか。と、言った。小次郎は、 笑って、お息子のババは,ちとは違う、馬場はちょっと、寂しげな目をしばたたいていたが、そうじゃ、何の土産もないが、これは、わしが写経したもの、一部死ぜましょうほどに、かんなとき、読んでくだされ。と、父母恩長景の一部を差し出した。小次郎は、かねて、ババの悲願を聞いていたので、それかと、良いほどに眺めたのみで、そうそう、そこの勘。 後ろにいる無法者へ向かって尋ねた。いつぞや、わしが書いて使わした考察の文面。あれを、方々へ立てておいたか。かんは、膝を乗り出して、武蔵出てこい。出てこずば侍とは言われまいが、ていう、あの考察でござんしょう。大きくうなずいて、小次郎は、そうだ。辻辻へ手分けして、立てておいたか。二日がかりで、目抜きな場所へは、大概立てておきましたが、 先生はご覧になりませんので。わしは、見る要もない。馬場も、その話に、そばから割り込んで。今日もの、ここまで来る途中、そのて札を見かけたが、札の立っているところには、町の衆が取り巻いて、草さぐさの噂話。よそ耳に聞いていても、胸がすいて、面白ござったわ。あのて札を見ても、名乗って出ぬとすれば、武蔵の侍は、もう廃れたも同じこと。天下の笑い草じゃ。 馬場殿も、それでもう、恨みは済んだとしてもよかろう。なんの。いくら人が笑おうと、恥を知らぬ面の皮には、痛くも痒ゆくもあるまいに。あのくらいなことでは、この馬場の胸も張れねば、一分も経ちませぬわえ。ふむ。と、小次郎は、彼女の一面を見合って、笑い壺に入りながら。さすがは、馬場殿、幾歳になっても、諸子は曲げぬの。いや見上げたもの。と、扇動した。 そして、時に、今日ござったのは、何用かなと、尋ねた。馬場は、改まって告げた。他でもないが、半河原の家へ身を寄せてから、もう二年余にもなる。いつまで、世話になっているのも本意でないし、荒くれ男どもの世話にも飽きた。檻から、ちょうど、鎧の私の付近に、手ごろな借屋が開いたので、そこへ移って、一軒構えるというほどでもないが、一人住居がしてみたい。どうであろう 相談顔に武蔵も、まだ、当分は、出てくる様子も、ないしの、せがれの又八も、この江戸にはいるに違いないが、居所が知れぬし、で、国元から金を呼び、しばらく、そうしておりたいと思うが。と、小次郎へ諮るのだった。小次郎に、元より意義はない。そうするもよかろうという程度だった。身を言えば、小次郎も、一時は興味もあり、利用もしたが、この頃は、無法者たちとの付き合いも、 少々うるさくなってきた。首をした後のことなども、計算に入れると、深入りは禁物だと思った。で、近頃は、そこへの稽古にも、足を立っているところだった。岩間家の仲間を呼んで、裏の畑からスイカを取らせ、馬場と館に逸送して、武蔵から、何か申してきた説は、すぐ、東方へ使いをよこせ。わしも、近頃、血と体が忙しいから、当分は無沙汰じゃと思うてくれ。そう言って、 二人を、日の暮れぬうちと、追い立てるように返した。馬場が帰ると、小次郎は、ざっと室内を吐いて、庭面へ井戸の水をまいた。山芋の鶴や、夕顔の鶴が、柿から手洗い鉢の足にまで絡みついている。その白い花の一つ一つが、夕風に動き出した。今日も、各兵衛殿は、宿直なのか母屋に煙るかやりを眺めながら、小次郎は、部屋の中に寝そべった。どうかはいらなかった。 とやがて酔いし、きが海を離れて彼の顔まで映してきたその頃である坂下の墓地から柿を破ってこのいさなご坂の崖へ一人の若い侍が紛れ込んでいったのは3いつも判定へは牙で通っているので岩間各兵衛は坂の下まで来るとそこで馬を捨てる彼の姿を見ると寺門前の花屋が出てきて馬を預かってくれるのだ ところが、今日の夕方は、花屋の軒を覗いても、牢屋が見えないので、自身で、裏の木へ繋いでいると、おう、旦那様で、牢屋は、寺の裏山からかけてきて、いつものように、彼の手から馬を受け取りながら、たった今、墓地の柿を破って、道もない崖へ登っていくおかしなお武家があるので、そこは抜け道ではござらぬ、と教えてやると、怖い顔して、こちらを振り向いたまま、どこともなく行ってしまいましたが。 問わず語りをして、あんなのが、近頃、やたらに大名屋敷へ忍び込むという噂の盗賊ではございます、まいかのと、まだ気にかけて、黒々とくれた青葉の奥を見上げていた。各兵衛は、気に求めない様子だった。大名屋敷へ、怪盗が入るという噂はあるが、細川家など見舞われたこともないし、当家に盗賊が入ったと、自らの恥を自ら言う大名のあった霊士もないので。はははは。<laughs> あれは、単なる噂に過ぎない。 寺の裏山などへ潜る盗賊なら、たかの知れた小盗りとか、辻斬り稼ぎの浪人者であろう。でも、ここらは、東海道の街道口に当たりますので、他国へ逃げ出すやつが、よく、雪がけの打賃という荒仕事をやりますので、夕方など、風体の悪い人間を見ると、その晩は、嫌な気持ちがいたしまして。返事があったら、すぐ駆けてきて、門を叩け、うちのかかり人殿は、そういう檻を待ってござるが、出会わないので、毎日。 皮肉の痰を漏らしているくらいだ。あ、佐々木様でございますか。あんな優姿でも、お腕はたいそうなものだと、この界隈の衆も、評判でござりまする。小次郎のいい噂を聞くと、岩間覚兵衛は、鼻が高い気がした。彼は、若い者が好きだった。とりわけ、玄根の気風として、優位な青年を家に養うということは、侍として、高尚な美風とされていた。一丁、ことのある場合に、 一人でも、余計に家の小屋からを引き連れて、訓行の馬前へ出ることは、平常のたしなみすきごとになるしまた、その中でも、抜群な男ぶりの者は、主家へ推挙しても一つの方向ともなるし、自己の勢力腐食にもなる。事故を、考えるような奉公人では、侍奉公の者のとして、頼もしくない家臣ではあるが、事故を全く捨て切っている奉公人などというものは、細川家のような大半にも、そう幾人もいるものではない。さればといって、岩間角兵衛が、 不中者かといえば、決して、一かどの武士以下のものではない。ただ当たり前以上に出ない不大の侍だった。平常のジムには、かえって、こういう人間が、人一倍、便利でよく働くものだった。戻ったぞ。イサラゴ坂は、ひどく急なので、我が屋敷の門へかかって、彼がこういう時には、いつも、少し息をせんっている。妻子は、国元へ置いてあるので、元より、ここは、 男でと雇い女がいるばかり。でも、宿直でない夕方には、彼の規定を遅しとまって、赤い門から、玄関までの笹村には、打ち水の炉が光っていた。お帰りなさいまし。出迎える召使いたちへ。産む。と、答えて、佐々木殿は、今日は家におるか、それとも外出か。各兵衛はすぐ訪ねた。4。今日は、終日、家にいた様子だし、今も。 めころんで涼んでおります、とめし使いから聞いて、そうか。では、酒の支度をしての。支度ができたら、佐々木殿を、こちらへお呼びしてまいれ。その間に、風呂に入ってと、各兵衛は、すぐ汗になった衣服を脱ぎ、風呂場で浴衣になった。書院へ出てくると、お帰りか。小次郎は、内若立てに、先へ来て座っていた。酒が出る。まず、一三。 各兵衛は借位で、今日は吉井元があるので、それをお聞かせしたいと存じてな。ほ、吉井元とは、かねて、その元の身を、ご推挙しておいたところ、だんだん、殿にも、その元の噂を耳にされ、近日、連れてこいということになったのじゃ。いや、もう、ここまで運ぶには、容易ではない。何しろ、家中の誰や彼から、推挙しておる人間もずいぶん多いからの。 定めし小次郎が喜んでくれるに違いない。各兵衛は正直に期待していた。小次郎は、無言のまま、杯の端を唇へつけて、聞いていたが、ご返杯、そういったのみで、禁止そうな顔もしないのである。だが、各兵衛は、それを不服と思わないのみか、むしろ尊敬さえ抱いて、これで、お頼みを受けたそれがしも、世話気があったというもの。今宵は、祝杯でござる、お過ごしなさい。 さらに、借位で行く。小次郎は初めて、お心添え、片付けない。と、少し頭を下げた。いや、何、その元のような器量人をお家に進めるのも、ご奉公の一つじゃ。そう課題にお買い下されては困る。元より、六は望まず、ただ、細川家は、雄彩公、三仁志公、そして五当主忠俊公と、三代も続く名主のうち。そうした藩に奉公してこそ、 武士の働き場所と思うてお願いしてみたことでもあればいやいや、みどもは、少しも、その元の不意調はしないつもりだが、誰言うとなく、佐々木小次郎という名は、もう、江戸表では、隠れのないものになっておる。こうして、毎日、ランダにぶらぶらしている身が、どうして、そう有名になったものか。小次郎は自重するように、若々しい歯並びを見せて、別に拙者が、出職しているわけではない。世間にエセ者が多いのでしょう。 忠敏公には、いつでもめ失礼と仰せられたが、して、何日、判定までお出向きくださるの。こちらも、何日なと。では、明日でも。よろしかろう。と、当たり前な顔つきである。各兵衛は、それを見て、なおさら、彼の人物の大きさに傾倒したが、ふと、忠敏から念を押された一言を思い出して。しかし、勲行には、とにかく、一度、人間を見た上でという仰せでござった。 とは申せ、それは、形式で、御主官の儀は、もう九袋まで、決まったも同じようなものではあるが。と、小次郎へも、一応はと考えて、断っておいた。すると、小次郎は、酒好きを下へ置いて、各兵衛の顔をじっと静止した。そして、やめた。各兵衛のせっかくだが、細川家奉公は、見合わせる。公然と言った。酔うと先行になって、 血のはちきれ五、ほ、なぜと、各兵衛は、さも当惑そうに、彼を見守った。小次郎は一言、気に染まぬゆえ、と、にべなく言ったのみで、理由は口に出さないのである。だが、小次郎が、急に、不機嫌になったのは、各兵衛が、今、訓行のお断りとして、召し抱えるか否かは、当人を見た上で、と言った。 そのの条件が気にっったたものらしかった何も細川家に抱えてもらわなければ困る体ではないどこへ持って行っても三百国や五百国はと平常それとなく示している小次郎の誇りに各米のありのままな伝え方がぐいと当たりが悪く触ったものに相違ない小次郎は他人の気持ちに預かっていない質だったから各米が当惑して困った顔をしていようが自分をわがまま勝手な人間と思おうが 一向心に欠ける風もなく、食事を終わると、さっさと我が住む塔へ帰ってしまった。人のない畳には、月明かりが白く映し込んでいた。小次郎は、そこへ上がると、すぐ、酔った体を仰向けに横たえて、手枕を買った。ふふふ。何を思い出したか、一人でこう洗い出しながら。とにかく、正直者だな、あの角兵衛は。と、つぶやいた。ああ言ったら、 各米が主君に対して困ることもまた、どう振る舞っても、各米が自分に対して怒らないことも、何もかもよく知り抜いている彼だった。ロクに望みはない。とかねて自分から言ってはあるが、彼の慢心は、野望に満ちていた。その彼に、ロクの望みがないわけもなく、自分の力で与たう限りの名声も、また立心も望んでいた。さもなくて、なんで、苦しい修行など、やる必要があろう。立心のためだ。名を上げるためだ。 故郷餌にしを飾るためだ、その他人間と生まれた子をあらゆる点で満足させるためだ。そのためには、今の時代では、何といっても兵法に優れることが出世の象形である。幸いにも、この時代に、自分は、剣にかけては、天品の質を持って生まれてきたと、こう彼は考えている。自尊心を持っている。また、聡明なる諸生の歩みとして歩んでいる。だから、彼の一心一退は、すべて、 この目的と会員から割り出されていた。そうした彼の目から見ると、ここの主の岩間覚兵衛などは、年こそ、自分よりはずっと上だが、甘いものだ。と思わざるを得ないのであった。いつか小次郎は、そうした夢を抱いて、寝てしまった。月は、畳の目を一尺も動いたが、まだ覚めなかった。窓の目だけに、絶え間なく涼風がそよいで、昼の暑さから解かれた肉体は、打たれても覚める気色はなかった。 すると、その頃まで、かの多い崖の陰に隠れていた一つの人影は、よし、と、頃を見定めたように、火のない家の軒場まで、引き返るのはうように忍び寄ってきた。六、凛々しく見こしらえした武士であった。夕刻坂下の花屋の老屋が、挙動を怪しんで、寺の裏山へ見送ったという、あの若い武士がこの男であったのではあるまいか。はいよって、その人影は、宴崎から、 やや、しばらくの間、じっと、屋内をうかがっている。月明かりを避けてかがんでいるので、物音を立てない限り、そこに人間がいるとは、ちょっとわからないくらいだった。小次郎の歓声が、かすかに聞こえる。一時、はたとけつんだ虫の音も再び何事もないように、そこらの草の炉からつだき始めた。やがて、人影は、ぬっくと立った。そして、刀の鞘を払うやいな、ポンと縁先へ跳ね上がって。 小次郎の寝姿へ向かい、くわ。と、歯を食いしばって、切りつけたと思うと、小次郎の左の手から、黒い棒が発やとうなって、その小手を強く打った。振り下ろした歯は、よほどな勢いであったと見えて、小手を打たれながらも、畳まで切り下げた。だが、その下にあった小次郎の姿は、水面を打たれた魚がすり抜けて、悠々と他を泳いでいるように、さっと、壁際へ身をよけて、こちらを向いて立っていた。手には、 愛犬の物欲しさをつ,にして持っていたつまり左の手にはさやを右の手にはその抜刀を誰だこういった彼の呼吸でもわかることは小次郎がこの死角の襲撃を徳から予感していたという点であるどのこぼれにも虫の音にも油断のない彼の姿というものが壁を背にしてその時少しも乱れず見えたわわしだそれに引き換えて襲った者の声は割れていた わしではわからん。なおいえ。めこみを襲うなどとは、武士らしくもない卑怯者め。小ば影景則の一子、よごろう景正じゃ。よごろう。おうよ、ようも。ようもいかがいたしたと申すのか。父が病床にあるのを、良いことにして、世間に、小ばの悪口を言いふらし。待て。言いふらしたのは、わしではない。世間が世間へ言いふらしたのだ。 門人どもへ、果たし合いの誘いをかけ、返り討ちにしおったのは、それは小次郎に違いない。腕の差だ、実力の差だ。兵法の上では、こればかりは致し方ない。言う、言うな。半河原とか申す無法者に手伝わせ。それは二度目のこと。なんであろうと。ええ、面倒な。小次郎は、完璧を投げて、一歩踏み出しながら、恨むならいくらでも恨め。 兵法の勝負に、意志を含むが、卑怯の上の卑怯者と、余計、物笑いを重ねるのみか、またしても、そ置ちの一命まで、申し受けるが、それでも覚悟か。覚悟できたか。さらに一歩踏み出すと、それと共に伸びた物干し竿の切っ先一尺ほどに、軒の月が白く映した。チカッと、よ、五郎の目もくらむばかり、白い光棒がそれから跳ねた。今日研ぎ上がってきたばかりの刀である。小次郎は、 乾いた胃が狂然へ向かったように、相手の影を獲物として、じっと見据えた。わし、一、人に、士官の圧戦を頼んでおきながら、主君とする人の言葉が気に食わないなどと、間際になって、わがままをこねる。いわば各兵衛は、弱って、もうかんうまい。と思った。そして、後進を愛すのは良いが、後進の間違った考えまで、甘やかしてはいかん。と、自制した。 けれど、各米は、もともと、小次郎という人間が好きだった。ボンものでないと打ち込んでいた。従って、彼と勲校の間に挟まって、困った当座は腹も立ったが、数日経つと、いや、あれが、彼の、偉いところかもしれぬ。と、考え直してきた。ボンの人物なら、お目見えといえば、喜んでいくだろうに。都善意にくんで、むしろそれくらいな気概は、若い人間にある方が頼もしいし。 また、彼には、その資格があると、余計、小次郎が大きく見えてきた。で、4日ほど後それまで、彼は、宿直があったり、気色もいらなかったので、小次郎とも顔を合わせなかったが、その朝、彼の塔をぶらりと訪れて、小次郎殿、昨日も三立ちから仕下がろうとすると、ただと志向がまだかと、その元のご催促じゃ。どうじゃなお湯場で会おうと仰せられるのじゃから、ご家中の弓でもご覧になるつもりで、 気軽に出かけては。と、気を引いてみた。小次郎がニヤニヤ笑って答えないので、彼はまた、仕官をするなれば、一応お目見えをすることは、どこにでもある例だから、何も、その元の呪辱にはなるまいが。だが、ご主人、ふむ、もし、気に入らぬ、断ると言われたら、この小次郎は、もう古物になるではないか。小次郎は、まだ、自分を商品のように売り歩くほど落ちぶれては、おりうさん。 わしのいい方が悪かったのだ。殿の仰せは、そういう意味合いではなかったが、しからば、忠敏公へ、どうお答えなさったの。いや、まだ、別に、どうとお答えはしておらぬ。それで、殿には殿で、心待ちにしておられるらしい。はははは、恩人のあなたを、そう困らせては相すまぬな。今宵も、宿直の日じゃ。また、殿から何か聞かれるかもしれぬ。 そう足をくまらせずに、ともあれ、一度、判定へお顔を出してもらいたいが。よろしい。小次郎は、本にでも着せるように、うなずいて、行ってあげましょう。と言った。各兵衛は喜んで。では、今日にもさよう、今日参ろうか。そうしてほしい。時刻はいつでもという仰せでござったが、馬少しすぎならお湯場へ出ておられるから、窮屈でもなし、気も軽く。 配越できるが承知した。相違なく。と、各兵衛は、念を押して、先に判定へ出かけていった。その後で、小次郎は、悠々身支度をした。真相などは、かかわない豪傑風なことを常に言っているが、彼は、実はなかなか洒落れ者で、非常に見えを飾る質だった。雷の上氏も、白菜よりの袴、草履も傘も新しいのを出させ、岩間家の仲間に、馬はないか。 訪ねた。坂下の花屋の小屋に、主人の乗り換え場の城が預けてあるからと聞いて、小次郎は、その花屋の軒に立ったが、今日も牢屋はいなかった。そこで、彼方の境内を見ると、寺の横に、その花屋の牢屋だの僧侶だの、近所の人々が大勢して、何か首を集めて騒いでいた。2、何があるのかと小次郎も、そこへ行ってみた。見ると、駒をかけた一チの死体が地上にある。それを、取り囲んでいる人々は、 埋葬の相談をしているのだった。死者の身元はわからない。年頃は若い。そして侍だという。肩先から思い切って深く切られているのである。父親は黒く乾いていた。持ち物は何もないらしい。わしはこの侍を見かけたことがある。4日ほど前の夕方じゃった。花屋の老屋が言った。ほと僧侶や近所の人々は。 彼の顔を見守った牢屋は、なおも、何か喋りかけたが、その時自分の肩を叩くものがあるので、振りこると小次郎が、お主の小屋に、岩間殿の白馬が預けてあるそうだが、出してくれい。お、これは。慌てて辞儀をして、お出ましで。と、牢屋は、小次郎と共に急いで、家の方へ戻った。小屋から、引き出してきた月毛を撫でて、良い馬じゃな。はい。 よいお馬でございまする。行ってくるぞ。牢屋は、蔵の上へ移った小次郎の姿を見上げて、お似合いなさいます。小次郎は、巾着の中から、若干かの金をつまみ出して馬上から、親父、これで、線香と花でも狂げておいてくれ。え誰がたえ。今の死人へ。小次郎は、そう言って、坂下の寺門前から、高輪街道へ出て行った。ベッド、彼は、 馬上から唾を捨てた。嫌なものを見た後の不快な生唾がまだ残っていた。4日前の月の夜、研ぎ上がったばかりの物欲しさをに、ざんけた人間が、さっきの駒をはねて、馬の後から置いてくるような気がする。恨まれる筋はない。彼は、心の内で、自分の行為に、弁明していた。炎天を打たせて、彼の白馬は、往来を払っていった。町屋の者も、旅人も、歩いている侍も、 彼の馬前を避けて、そして、みんな、ふこった。実際、彼の馬上姿は、江戸の町へ入っても目につくほど立派だった。どこのお武家だろうと、人々は見るのであった。細川家の判定についたのは、約束通り暑い真昼中だった。駒を預けて、邸内へかかると、岩間各兵衛はすぐ飛んできて、ようおいで下された。と、まるで、自分のことのようにねぎらいながら、少し、汗でも拭いて、 お控えでお休みください。ただいま、殿へお取り継ぎをする間。と、麦湯、冷水、タバコ分と、下へも置かない。では、お湯場へ。と、間もなく、別の侍が案内をしに来る。もちろん、彼が、自慢の物欲しさをは、家臣の手に預け、小型なのみで、ついてゆく。細川忠俊は、今日もそこで、弓を射いていた。夏中、百社を続けるというので、 今日もその幾日目かであった。大勢の金児が、忠敏を取り巻いて、矢を抜きにかけたり、海添えしたり、また、固唾を飲んで、弓なりを見守っていた。手ぬぐい、手ぬぐい。忠敏は、弓を立てた。汗が目に流れ込むほど、いずかれていた。各兵衛は、その木に、との、と、そばへひざまずいた。なんじゃ。あれに、佐々木小次郎が参って、ご拝謁を待っております。 お言葉をいただきと存じまする。佐々木ああそうか。忠敏は目もくれないで、もう、次の矢をつるにかけ、足を踏み開いて、ゆんでを、眉の上にかざしていた。三、忠敏ばかりでなく、家臣たちも、誰、一人、控えている小次郎に、目をくれるものはなかった。やがて百社が終わると、水、水。忠敏は、退側で言った。家臣たちは、 井戸水をあげて、大きなたらいに水をみなぎった。忠敏は、も肌を脱ぎ、汗を拭いたり、足を洗った。そばから、家来が、たもを持ったり、新しい水を汲んだり、海添えは怠りないが、それにしても、いわゆるお大名の仕草とも見えぬ野人ぶりであった。国元にいるおとどと呼ばれる三人志向は茶人である。先代の雄斎は、それにも、まして風雅な家人であった。定めし、三代目の忠敏公も、 宮びたる苦行風の人か、御殿育ちの若殿だろうと考えていた小次郎は、ちょっと、その体に、意外な目を見張っていた。よく吹きもしない足を、すぐ草履に乗せて、ずかずかと、忠敏は、湯場へ戻ってきた。そして、さっきから間もついている岩間各兵衛の顔を見ると、思い出したように、各兵衛、青岡。と、幕の日陰将棋を置かせ、苦行の門を後ろにして腰掛けた。各兵衛に差し招かれて、小次郎は、 彼の前にひざまずいた。人材を愛し、死を偶することに扱った。この時代では、一応、謁見を受ける者から、そういう例は取るが、すぐ忠敏の方でも、将棋を使わせ。と、言った。将棋を受ければ逆である。小次郎は膝を上げて、お許しを。会釈しながら、それへ腰を下ろして、忠敏と向かい合った。司際、各米から聞いておるが、将国は岩国と申すか。 御意ります岩国の吉川浩家公は、えいの聞こえが高い。措置の不祖も、吉川家に随人のものか。遠くは、近江の佐々木が一族と聞いておりますなれど、室町殿滅亡後、母方の里へ潜みましたよしで、吉川家の六ははでおりませぬ。などと、家計や、遠類などの質問があって、あと、侍暴公は、初めてか。まだ主とは存じませぬ。当家に望みがあるやに。 各米から聞いておるが、当家のどこがようて、望んだか。死に場所として、死に心地のよさそうなお家と存じまして。む、む。忠敏は、うないた。気に入ったらしく見える。武道は、元竜と称します。元竜地震発明の兵法にござりまする。でも、遠縁があろうが。富田五郎右衛門の富田流を習いました。また、 郷里岩国の因子で片山法木森久安なる老人から、片山の居合を授けられ、方々、岩国川のほとりに出ては、燕を切って、自得するところがございました。母、元竜とは、岩国川のそのゆえんから名付けたか。ご検察の通りです。一見したいな。忠敏は、将棋から、家臣の顔を見回して、誰か、佐々木を相手に、立つ者はおらぬか。と、言った。4。 この男が、佐々木か近頃、よく噂に上る、あの著名な人間なのかそれにしては、思いのほか、若いものだなと感心して、戦国から、忠敏と彼との応接を見守っていた家臣たちは、忠敏が唐突に、誰か、佐々木を相手に、立つものはないかといった言葉にまた、顔を見合わせた。自然、その目は、すぐ、小次郎の方へ移ったが、彼には、 迷惑そうな気色もなく、むしろ、望むところ、と、言わんばかりな校長が、面に見えた。だが、なお、差し出がましく、我がと名乗って、立つものもないうちに、岡谷、と、忠敏が、名指した。は、いつぞや、槍が滝ちに勝る論議の出た折に、誰よりも、槍の説を取って退かなかったのは、そっちであったな、は、よい折だ、かかってみい。岡谷五郎次は、 お受けすると、次に小次郎の方へ向かい直って。不詳、お相手に立ちまするが、お差し支えございませぬか。と、尋ねた。小次郎は、大きく、言葉を胸でうなずくように、うなずいた。お願いいたしましょう。陰銀な礼儀の間であるが、何かしらさっと肌じまるような、すごきが流れた。幕の裏で、的場の砂を吐いていた者や、弓の整理をしていた人々も、それを聞いて、忠しの後ろへみんな、 集まった朝夕、武芸を口にし、太刀や弓を箸のごとく持ち慣れている者にでも、稽古以外の本当の試合などに立つ体験は、一生を通じて、そう何度もあることではなかった。仮に、戦場へ出て戦うのと、平常の場合、試合に立つのと、どっちが怖いか。ということを、ここにいる大勢の侍に、正直に告白させたら、十人が十人まで、それは試合だ。というに違いないのである。 戦争は集団の行動だが、試合は過渡化の対立である。必ず勝たなければ、必ず死ぬか片輪になるのだ。足の腰一つから髪の毛一筋までを味方として、自己の生命力を尽くして戦い切らなければならない。他人が戦っている間、ほっと一息を入れるというような余裕なども、試合にはない。進むとして、彼の友達は、みんな、彼の虚子を見守った。だが、五郎次が落ち着いているのを見ると、やや安心して、 彼なら負けまいと思った細川藩には従来、僧術の専門家というものはいなかった。有才公三人志功以来、数々の戦場で人となった者ばかりが君足なのである。足軽の中にさえ、槍の上手はたくさんいた。槍を上手に使うなどということは、必ずしも奉公人の特別な技能ではなかった。だから、特に師範役というようなものはいらなかったと言えるのである。けれど その中でも、岡や五郎次などは、ハンデのやりつかまつと言われていた。実戦も踏んでいるし、平常の稽古や工夫も積んでいる老練家であった。しばし、ご祐庸。と、五郎次は、主君と相手の者へ、総会釈をして、静かに、彼方へ下がっていった。もちろん、身支度のためである。朝に笑顔で出て、夕方には、死体で帰るかもしれない侍暴行のたしなみとして、今日も、下帯から肌着まで、 赤のつかない衣を着ていたということが、自宅にし下がる彼の心を、その時ふと、涼やかにさせていた。5、身を明け放した姿で、小次郎は、突っ立っていた。仮り受けた三尺の木立ちを下げ、袴のひだも、たらりと唐揚げもせずに、試合の場所を選んで、先に待っていた。たくましかった。誰が見ても、憎んで見てさえも、それは凛々しい男ぶりであった。ことに、わしのごとく勇猛で、しかも、 美しい横顔には平常と何の異なるところも見えなかった。どうしたか相手に立つ岡谷五郎次へは、家中の者の友情が湧いた。小次郎の異彩を見るにつけ、彼の腕のほどが案じられ、彼が支度に隠れた幕の方へ、おのずと、不安な目が動いた。だが、五郎次は、落ち着きすまして、身支度を終えていた。それに、なお、手間取っているわけは、槍の先に濡れ、さらし布を。 丁寧に巻きつけているたためだった小次郎は見合って五郎次殿それは何のお支度だな手前に対する万一のお気遣いなら無用なご配慮だがと言った言葉は尋常に聞こえるが意味は傲慢な方言に等しい今五郎次が濡れさらし布を巻いている槍は彼が戦場で得意に使う担当型の菊池槍である柄の長さ9尺余り手元から 先は青がい塗りの磨きだし、勝負作りの刃先だけでも、七、八寸はあろうという技物なのだ。真相でいい。それを見ながら、小次郎は、彼の徒労を、すでに矢崎龍花に行ったのである。無用ですか。きっと、五郎次が、彼を見て言うと、君公の忠敏も、君足にいる彼の友も、みんな、ああいうのだ。構わん。突き殺してしまえ。と、言わんばかりに、目でギラギラと。 思想した。小次郎は、早くと、促すように、語気を込めて、そうだ、と、目を据えた。しからば、巻きかけた濡れさらし布を解きほぐし、五郎次は、調走の中断をつかむと、ずかずかと進んできて、お望みに任せる。しかし、それがしが、真相を悪以、悪い上あなたも真剣を持っていただきたい。いや、これでいい。いや、ならぬ。いや、ならぬ。 小次郎は彼の呼吸をしかぶせて、犯外の人間が、卑しくも竹のくん前で、真剣を割るなどという無遠慮は、慎まねばなりますまいが。でも、五郎次がなお、心外らしく、唇を噛むと、忠利は彼の態度をもどかしく思ったように、岡谷、卑怯ではない、相手の言葉に任せ、いつ食いたせ、明らかに、忠利の声の中にも、小次郎に対する感情が動いていた。 では、は二人は目を交わした。鋭い血相が双方の顔に映り合った。とたんにパッと五郎次から飛び退いた。だが小次郎の体は持ち竿についた小鳥のように槍柄の下に沿って五郎次の懐へそのままつけ入っていった。五郎次は槍を繰り出す暇がなく不意に身を向きてんげると石突きの方で小次郎の襟が身のあたりを殴り下ろした。パッグ。 石突きの先がこだまして、宙へ跳ね返された。小次郎のごっけんは、とっさにまた、槍の勢いで上げられた五郎次の肋骨へ向かって、低く、噛みつくように唸ってきた。ち、ち、ち。五郎次は、踏み知りぞいた。さらに横へ飛んだ。息もつかず、また、裂けた。また飛び交わした。だが、もう、わしに追い詰められたはやぶさだった。 つきまとう木犬の下に、か然と、槍が折れた。刹那、五郎次の魂が、その肉体から、無理に、手へんパス当て、第三水準一の八十四の八十ぎ離されたようなうめきがして、一瞬の勝負は、ついてしまった。六、イサラゴの月の岬の家へ帰ってから、小次郎は、主の岩間角兵衛に尋ねた。ちと、やりすぎましたかな今日のお前では。いや上々でござったよ。 唐志公には、わしの帰った後で、何と言うておられたかな別に、何か、言われたろうが、何とも、仰せられずに、黙って、小座の間へおいでられた。ふむ、小次郎は、彼の答えに、不満足な顔を見せた。いずれ、そのうち、お沙汰があるでござろう。各兵衛が、言い足すと、抱えるとも、抱えぬとも、いずれでもいい。だが、噂に違わず、 忠敏公は、メイ君と見た。同じ使えるならとは思うが、これも縁物だからな。各兵の目にも、小次郎の方々が次第に見えてきて、昨日から、少し気味悪くなった面持ちである。愛すべき若取りと抱いていたのが、覗いてみたら、いつの間にか、海中でわしになっていた感じである。昨日、忠敏の面前では、少なくも、4、5名は相手にして見せるつもりだったが、最初の岡や五郎次との試合があまりに残忍であったせいか。 見えたもうよい。と、忠敏の声で、終わってしまったのである。五郎次は、後で蘇生したというが、小は落破口になってしまったろう。左の太ももか、腰部の骨は砕けたはずである。あれだけ見せておけば、このまま、細川家に縁はなくても、まず遺憾はないがと、小次郎はひそかに思う。だが、未練は、まだ、十分にある。将来、身を託すところとして、伊達、黒田。 島津、毛利に次いで、細川辺りは確かな藩である。大阪城という未解決な存在が、まだ不運をはらんでいるので、身を寄せる藩によっては、再び元領人に転落したり、落ちうどの浮き目に遭う恐れは多分にある。方向口を求めるにも、よほど将来を見通してかからないと、半年の6のために、一生を棒に振るかもしれない。小次郎には、その見通しがついていた。三人志向というものが、まだ国元に光っているうちは、 細川家は、山ののにあるものと見ていた。将来性も十分にあるし、同じ乗るなら、こういう親船に乗って、新時代の潮へ、生涯の舵を向けていくことこそ賢明だと考えていた。だが、いい家柄ほど、いいと、抱えもせぬし、小次郎は、ややイライラする。何を思いついたのか、それから、数日後のこと、小次郎は急に、岡谷五郎次殿を見舞ってくる。と、言って出かけた。 その日は徒歩で。五郎次の家は、常盤橋の近くだった。彼は、突然、小次郎の因縁な見舞いを受けて、まだ病床から起き上がれない身であったが、いや、試合の勝負は、腕の相違、我が未熟は恨むとも、なんでそのもとを。と、微笑を見せ、お優しい、おいたわりを受け、片付けない。と、目につゆを見せた。そして、小次郎が帰ると、枕部に来ていたともえ、 ゆかしい侍だ。傲慢者と思うたが、案外、定義もあり、礼儀も正しい。と、漏らした。小次郎は、彼が、そういうであろうことを、わきまえていた。ちょうど、来ていた未ま客の一名は、もう、彼の思うつぼに、彼の敵たる病人の口から、小次郎の賛美を聞かされていた。青い柿。1。2日おき、3日おきに、前後4度ほど、小次郎は、 岡屋の家を見舞ったある日魚市場から生きた魚など慰めにと届けさせた夏は土曜に入った空地の草は家を覆い隠し乾いた往来にはのそのそカニが張っている江戸だった武蔵出てこい出てこずば侍とは言われまいがと半華原の者が立てた辻辻の盾て札も夏草の背に隠されあるいは雨で倒れたり滝木に盗まれたりなどして もう目に触れるよりもなかった。どこぞで、飯を。と、小次郎は、空腹を思い出して、おちこち、見回した。今日と違って、奈良茶というような家もまだない。ただ、空地の草ぼこりに、よしを立てて、どんじき。と書いた旗が見える。どん時とは遠い時代、握り飯のことを図ったなと聞いている。田室國という意味から生まれた言葉であろう。だが、 ここのどんじきとは一体何か。よしずの陰から張ってゆく煙は、草に絡みついて、いつまでも消えない。近づいてゆくと、煮物の匂いがする。まさか、にぎり飯を売るわけでもあるまいが、とにかく、食べ物屋には違いない。茶を一杯くれい。日陰へ入ると、そこの腰掛けに、一人は、酒の茶碗、一人は、飯茶碗を持って、ガツが作っている二人連れがある。 向かい合った腰掛けの端へ小次郎は寄った。親父、何ができるのか。飯屋でござります。酒もございまするが。どんじきと看板に書いてあるが、あれは何の意味だな皆様がお聞きになりますが、手前にもわからないので。お主が書いたのではないのか。はい、ここでお休みなされた旅のご隠居らしいよ人が、書いてやると言って、書いてくださいましたので。そういえば、なるほど、達筆だな。諸国を。 ご新人に歩いているお方だそうで、基礎でも、よほど豪華な金持ちのご主人と見えましてな、平川天神だの氷川神社、また神田明神などへも、それぞれ、莫大なご寄進をして、それが、無二の楽しみだとおっしゃっちゃっているご貴徳人でございまする。ふむ、何というものか、その人の名は、習いの大倉とおっしゃっちゃいます。聞いたようだな、どんじき、などと、お書きくださって、何の意味か、通じはしませぬが。 そういう有福なお方の看板でも出しておいたら、少しは貧乏神の魔除けになるかと思いましてな。親父は、笑った。小次郎は、そこに並んでいる瀬戸物鉢を覗き、魚と飯を取って、箸でハエを追いながら、湯漬けにして食べ始めた。前に腰掛けていた二人の侍のうち、一人はいつの間にかたって、吉津の割れ目から草原を覗いていたが、来たぞ。連れを振りこって、浜田、あのスイカウリじゃないか。 と言った慌てて、箸を置いて、もう一人の男も立ち上がった。そして、吉津へ顔を並べながら、む、あれだ。と、何か物々しくうなずいた。2臭い切れの炎天を、スイカウリは、天秤を肩に歩いてゆく。それを追って、どんじきの吉津の影から出ていった浪人はいきなり刀を抜いて、天秤の荷縄を払った。もんどり打つように、スイカとスイカウリが前へ転んだ。 やい戦国ドンじきの中で浜田とか呼ばれていたもう一名の浪人がすぐかけて横からスイカウリの首をつまみ上げたお堀端の石置き場でこの間まで茶球女をしていた娘を己はどこへ連れて行ったいいや空ボケほけてもダメだ何時が隠したにそういない一人が攻めると一人が刀を鼻先へ突きつけてい,いえ博士 措置の住居はどこだと、脅かし、こんな面して、女を誘拐すなどとは、もってのほかなやつだ。と、刀の平らで、スイカウリの方を叩いた。スイカウリは、土毛色になった顔を、ただ、横に振るだけだったが、隙を見ると、奮前一方の浪人を突き飛ばし、天秤を拾って、もう一名の方へ、打ってかかった。やるか。と、浪人はどなって、こいつ、まんざら。 ただのスイカウリでもないぞ。浜田油断するな。何に、たかの知れた。と、浜田坊は、打ってくる相手の天秤をひっだつくり、それへ叩き伏せてしまうと、スイカウリの背中へ天秤を背負わせ、ありあゆう縄で、棒縛りに、ギリギリ巻きつけた。すると、彼の背後の方で、猫の蹴られたような声とともに、どさっと U じ響きがしたので、何気なく振りこると、その顔へ、夏草の風がパッと、赤い細かい霧を持ってきて、 吹きつけたや馬乗りになっていたスイカウリの体の上から飛びしりぞいた浜田坊なる浪人はありえないことを見たように疑いの目を見張って愕然と叫んだ何者だな何者だなんじはだがマムシのようにするするとそういう彼の胸へまっすぐに迫ってくる刀の先は冷然と答えもしない佐々木小次郎なのである刀は言うまでもなく いつものなぎなたぶつ星座を。寿司の康介が、とぎおけに、古いさびやかを落として、工房を、改めて以来、近頃、しきりと、日に乾いて、血をむさぼりたがっている刀である。笑いしかふ福たえ小次郎は、後ずさる浜田坊をぎゅいぐい追い詰めて、夏草をめぐっていたが、ふと、帽縛りの目に遭っていたスイカウリが、その姿を見るなり、さもさもびっくりしたように。あ佐々木、佐々木、佐々木小次郎殿。 助けてくれ。と、大地から怒鳴った。小次郎は、見向きもしない。ただ、向き合わせたまま、後へ、後へ、果てなく下がってばかりいる浜田坊の呼吸を数えながら、死の淵まで押していくように、彼が一体すれば、彼も一進し、彼が横へんれば、彼も、さっと、横へんって、刀の先から外さず押し続けているのみだった。もう青白くなってきた浜田坊は、その耳に、佐々木小次郎の名を聞くと、え 佐々木にわかに、戸惑いしだし、くるくるせんったかと思うと、ぱっと、逃げ出した。物欲しさをは、宙をはね、どこへと、夕うやいな、浜田坊の片耳をそいで、肩先から深く切り下げてしまった。3、彼が、すぐ、縄目を切ってやっても、スイカウリは、草むらから顔を起こさなかった。座り直しはしたが、いつまでも面は上げないのである。 小次郎は、物欲しさをのを拭い、さやに収さめると、何かおかしくなったように。大将。と、スイカウリの背をたたいた。何も、そう面目ながらないでもいいじゃないか。おい、また八。はあ。はあ、じゃあない、顔を上げろ。さてもその後は久しぶりだな。あなたも、ご無事でしたか。当たり前だ。しかし、貴様は、妙な商売をしておるじゃないか。 お恥ずかしゅうございます。とにかく、スイカを拾い集め、そうだ、あの、ドン・ジキアへでも、預けたらどうだ。小次郎は腹の中から、おうい、親父、と、差し招いた。そこへ、2やスイカを預け、やたてを取り出して、ドン・ジキの掛け障子の脇へ、空地の死体二つ。右、切り捨て小物は、イサラゴ・サカズキの三崎住人、佐々木小次郎。後日のため残す。 こう書いて。親父、ああしておいたから、そちらに迷惑はかかるまい。ありがとう存じまする。あまり、ありがたくもないだろうが、死者のゆえんの者が来たら、ことずててくれ。逃げ隠れはせぬ。いつでも、ご挨拶は受けるとな。そして、吉津の外にいるスイカ売りの又八へ。参ろう。と、促して、歩き出した。本遺伝又八は,は、ふむいてばかりいた。近頃、彼は、 スイカの仁を担って、江戸城のここかしこにたくさん働いている石置き場の人足や、大工小屋の工渉や、外郭の足場にいる左官などへ、スイカを売って歩いていた。彼も、江戸へ来た当初は、お通に対してだけでも、男らしく、一修行するか、一事業やるか、創始のあるところを見せていたが、何へかかっても、すぐに医師のへこたれてしまうことと、生活力の弱いことは、この人間の持ち前で、職を変えることも、3度や4度の数ではない。ことに、 おつうに逃げらられてからの彼は、余計、白紙若行の一途をたどるばかりで、わずかに、各所の無法者のゴロ部屋に寝泊まりしたり、爆撃の立番をして一飯を得たり、また、江戸の祭りや遊山の年中行事に、その売り寄りの物売りをしたり、とにかく、まだ一つの定った職業すらつかんでいないのであった。だが、それが不思議とも思わないほど、小次郎も、彼の正情は前から知っている。ただ、ドン・ジキヤへ、ああ書いておいた以上、 やがて何とか言ってくるものと心得ていなければならない心構えのために、一体、あの浪人どもから、どんな恨みを受けたのか。と、理由を正すと、実は、女のことで。と、言い方そうに、た八は言う。また八が生活を持つところ、何か、必ず、女の事故が起こっている。彼と女とは、よくよく、前世から、剛の深い役縁でもあるのだろうと、小次郎すらも苦笑を覚え。ふむ。 相変わらず、貴様は色ごとしだの。して、その女とは、どこの女で、そしてどうしたという理か。言い渋る口を割らせるのは骨だったが、いさなごへ帰っても、格別用を持たない彼には、女と聞くだけでも、無料を慰められて、また八と会ったのも、広い物の,のような気がしていた。4. ようやく、また八が、打ち明けて言う事情というのを聞くと、こうであった。堀端の石置き場には、お城の作事場に働いている者や、 往来の頻繁を当て込んで、何十軒と言っていいほど、休み茶屋が、吉津を張っている。そこの一軒に、人目を引く茶球女があった。飲みたくもない茶を飲みに入ったり、食べたくもないところてんをすったりしに行く連中の中に、戦国の浜田坊という侍の顔もよく見えていた。ところが、自分も、時折、スイカを売り上げた帰りになど、休みによるうち、あるとき、娘がそっと囁くことには。私は、あのお侍が嫌いでならないのに。 茶屋の持ち主は、あのお侍と遊びに行けと、この店が閉まると勧めるのです。あなたの家へ隠してくれませんか女ですから、水仕事やほころびを縫うぐらいなことならしますよ。というので、否む筋合いもないから、調子合わせて、自分の家へ、早速、娘をかくまってやっているので、ただそれだけの理由なのでと、また八は、しきりと、そこのところを繰り返して言い訳する。おかしいじゃないか。小次郎は、うなずかない。 なぜですかと、又八は、自分の話のどこがおかしいのかと、少し反抗を見せて、突っ込んでいく。小次郎は、彼の、のろけとも言い訳ともつかない長文句を、炎天に聞かされて、苦笑いも作れず、まあいいわ。ともかく、貴様の住居へ行って、ゆるゆる聞こう。すると、又八は足を止めてしまった。ありありと、迷惑そうに、その顔つきが断っているのである。いけないのか 何しろ、ご案内申すような家ではないので。なあに、かまわぬ。でも、また八は、謝って、この次にしてください。なぜじゃ。少し今日は、その、よくよくな顔して言うので、強ってとも言われず、小次郎は急にあっさりと。ああ、そうか。しからば、檻りを見て、そちの方から、わしの住居へ訪ねてこい。いさらご坂の途中、 岩間覚兵殿の門内により、伺います。ぜひ近日。あ、それは良いが、先頃、各所の辻に立ててあった考察を見たか。武蔵へ告げる半河原の者どもが打った縦札を、見ました。本遺伝の小川ばばも訪ねておるぞと、書いてあったろうが。わ、ありました。なぜ、すぐに、老母を訪ねてまいらぬのじゃ。この姿では、バカな。 自分の母親に何の見栄がある何日、武蔵と出会わんとも限らぬではないか。その時医一種として、居合わせなかったら、一生の不覚だぞ。生涯の悔いを残すことになるぞ。彼の意見じみた言葉を、またはちは素直に聞けなかった。母子の間の感情は、他人の見た目のようなのではない。そう腹の膨れるように思ったが、たった今、救われた恩義の手前。はい。そのうちに、 渋った返事を残して、芝の辻で別れた。小次郎は人が悪い。別れると見せて、実はすぐまた、引っ返していた。また鉢の曲がった狭い裏町を、見え隠れに避けて行った。五、幾棟かの長屋がある。藪や,や雑木を切り開いて、どしどし、人間が先へ住み出したといったような、この付近の開け方であった。道などは、後のことで、人が歩けば、それからつくし、下水なども、 とごとから、行水の水や台所の汚水で、流るるままにできたものが、自然小川へ落ちていくでいいとしている。何しろ、急激に増えていく江戸の人口は、それほど無神経でなければ、収まりがつかなかった。その中で多いのは、やはり労働者であった。分けて、河川改修と、白武神の仕事に就く者たちである。また八さん、帰ったのか。隣の井戸掘りの親方が言った。親方は、たらいの中にあぐらを組み、 横にししたた雨戸のの上から首を伸ばしていったのであるいやあ、行水ですか。今、家へ戻ってきた又八が言うと、たらいの中の親方は、同代、わしは、もう上がるところだが、一浴あびあっては、ありがとうございますが、たくでも、今日は、明美が沸かしたそうですから。仲がいい。そんなでもございません。兄弟か、夫婦か、長屋の者も、まだよく知らないが、一体どっちなんだね。 へへへへ。そこへ、彼女が来たので、またはちも親方も黙ってしまった。明美は、下げてきた大きな手らを、柿の木の下に置き、やがて、手桶の湯を開けた。またはちさん、加減を見てよ。少し、暑いな。車井戸の音がキリキリする。または,ちは裸でかけて行き、手桶の水を取ってきて、自分で埋めて、すぐ入浴り込む。ああ、いい湯だ。親方は、もう浴衣になって。 ヘチマダナの下に竹将棋を持ち出し、今日は、スイカは売れたかいと、聞く。知れたもんですよ。またハチは、指の股に、血が乾いていたのを見いだして、気味悪そうに、手ぬぐいで落としていた。そうだろうな、スイカなんぞ売るよりは、まだ、井戸掘り民族になって費用稼ぎした方が、楽だと思うが、いつも、親方が、おすすめしてくれますが、井戸掘りになると、お城の中へ入るんですから、めったに。 家へ帰れないでしょう。そうさ。ご作辞方のお許しが出なくっちゃ、帰るわけにゆかねえな。それじゃあ、明美が言うには、寂しいから、やめてくれと言いますんでね。おい、のろけかい。決して、あたしたちは、そんな中じゃございません。そうめんでもおごりなよ。あいたどうしたい頭の上から、青い柿が落ちてきやがったんで。ははは。のろけるからよ。 親方は渋内で膝を叩いて笑った伊豆の伊藤の生まれで、運平さんという名で、界隈の尊敬を受けていた。年は、もう六十過ぎ、朝のようにもじゃもじゃした髪の毛をしているが、日蓮信者で、朝夕は大目をたたえ、若い者たちを子供扱いにするだけの体力を持っている。この長屋の入り口に、お城模様穴掘り戸片口入れで、井戸掘り、うん平たく、と立て札にあるのは、この親方の家のことである。 城郭の井戸の改作には特別な技術がいるのでただの井戸掘りではできないそこで伊豆の金山掘りの経験のある自分が工事の相談と人足の口入れに招かれてきたのであるとは運平親方が晩酌にやる焼酎のご機嫌でよく自慢するヘチマ棚の下の話だった6許可がなければ家には返さないし仕事中も監視は尽くし留守宅の家族は人質同様町名主や親方の束縛も受けるがその代わり 五条内仕事は外の仕事より体も楽だし賃金はざっと倍額にもなる工事が終わるまで寝泊まりも五条内の小屋でするから消費も使いようがないだからそうして一つ辛抱してからそれを資本にスイカなど売らずに何か商売でもする工夫をしてはどうか林家の運転親方は前から又八へよくそう言ってくれていたが明美は首を振ってもし又八さんが お城仕事へ行くなら、私はすぐ逃げちまうからいい。と脅すように言った。行くもんか、お前一人おいて。またハチも、そんな仕事はしたくないのである。彼が探しているのは、体が楽で、もっと、体裁のいい仕事だった。行水から彼が上がると、次には明美が、囲いの戸板を増やして、ようよく見、二人とも浴衣になってから今も、その話が出たが、少しぐらい金になるからって。 囚人みたいに体を縛られる働きに出るなど嫌なこった。俺だっていつまでもスイカ売りじゃいねえつもりだ。なあ、あけみ、当分貧乏暮らしでも辛抱しようぜ。冷やし豆腐に青じそのにう禅を囲みながら、また蜂が言えばあけみもそうともさ。と、湯漬けを食べながら言った。一生に一遍でもいいから育児のあるところを見せてやりなさいよ。世間の人に。あけみがここへ来てから。 長屋では夫婦者と見ているらしかったが、彼女は、こんな歯がゆい男を、自分の良人に持とうとは思っていない。彼女の、男を見る目は、進んでいた。江戸へ来てから、ことに、堺町の遊びの世界に身を置いている間に、多くの種々な方の男を見ていた。その明美が、又八の家へ逃げてきたのは、一時の方便に過ぎなかった。又八を踏み台にして、再び、立ってゆく空を探している小鳥だった。だが、 今、また八に、お城仕事になど行ってしまわれるのは、都合が悪かった。というよりも、身の危険であった。茶球女をしていた頃の男浜が坊という浪人に、見つけ出される恐れがあるからである。そうそう。飯が終わると、また八は、そのことについて、話し出した。浜田に捕まって、ひどい目に遭っていたところを、佐々木小次郎に助けられ、その小次郎が、この家へ案内しろと言って聞かないので、並行したが、 ととうとう、体よく言って、別れてきたということを真に、彼女の気を迎えるように、語り出したのである。え、小次郎に、出会ったんですって。明美は、もう顔色を失いながら、息をついて。そして、私が、ここにいるなどということを言ったんですか。まさか、言いはしないでしょうね。と念を押した。また八は、彼女の手を、自分の膝へとって。誰が、あんな奴に、お前のいることなど言うものか。 言ったが最後、あの執念深い小次郎がまた。あっと、そこで、また八は、不意に怒鳴って、自分の横顔を押さえた。誰が放ったのか。裏の方から飛んできた青い柿の実が、一つ、ぐしゃっと、彼の顔に当たったのである。まだ硬い青柿だったが、白い肉が砕けて、明美の顔へもかかった。もう、夕月の藪の中を、小次郎に似た影が、涼しい顔して、町の方へ立ち去った。 ロシトド一。先生。と、伊りは追う。その伊りの背丈より、秋近い武蔵野の草は高かった。早く来い。武蔵は、振り向いて、草の中を泳いでくる雛鳥の狂音を時々待つ。道があるんだけれど、分からなくなっちまう。さすがに、十軍に渡るという武蔵野の腹は広いな。どこまで行くんです。どこか、住み心地のよさそうなところまで。 住むんですか、ここへ。いいだろう。いおりは、いいとも、悪いとも言わない。野の,の広さと、等しい空を見上げて、さあ、どうだか。秋になってみろ、これだけの空が住み、これだけの野に露を持つ。思うだに気が済むではないか。先生は、やっぱり、町の中は嫌いなんだな。いや、人中も面白いが、あのように、悪口の考察をつじつじに立てられては。 なんぼ武蔵が厚かましゅうても、町には居づらいではないか。だから、逃げてきたの。うむ。悔しいな。何を言うか、あれしきのこと。だって、どこへ行っても、先生のことを、誰もよく言わないんだもの。おいらは、悔しいや。仕方がない。仕方がなくないよ。悪口を言うやつを、みんな打ちこらして、こっちから、文句のあるやつ出てこいと、札を立ててやりたいや。 いや、そんな、叶わぬ喧嘩はするものじゃない。だって、先生なら、無法者が出てきたって、どんなやつが入ってきたって、負けやしないよ。負けるな。どうして、週には負ける。十人の相手を打ちまかせば、百人の敵が増え、百人の敵を追ううちには、千人の敵がかかってくる。どうして、叶うものか。じゃあ、一生、人に笑われているんですか。わしにも、何は、 潔癖があるご先祖にもすまないどうかして、笑われる人間にはなりとうない。だから、武蔵野のあらわに、それを探しに来たのだ。どうしたら、もっと笑われない人間になれるかと。いくら歩いても、こんなところに、家はないでしょう。あれば、お百姓が住んでるし、また、お寺へでも行って、泊めてもらわなければ。それもいいが、木のあるところへ行って、木を切り、竹を畳み、かやを拭いて、 住むのも良いぞまた、法典が腹にいたときのようにいや、今度は、百姓はせぬ。毎日、座禅でもするかないより、お前は、書を読め、そして、みっしり、たちの稽古をつけてやろう。甲州口の立場、柏木村から野へ入ったのである。十二諸言現の丘から、十貫坂と呼ぶ藪坂を降りてからは、ほとんど、歩いても歩いても、同じようなのであった。 夏草の波の中に、消え消えになる細い道であった。行くほどに、やがて、深さを伏せたような、松の丘があった。武蔵は、そこの地層を見て、いより、ここに住もう。と、言った。行くところに天地があり、行くところに生活が始まる。鳥ガ巣を作るのから比べれば、二人の住む一庵を建てるのは、もっと簡素だった。近くの農家へ行って、いよりは、一人の日雇いと斧、おの、 のこなどの道具をやがてて借りてきた2草案とまでは行かないただの小屋でもない妙な家がとにかく数日の間にそこに立った神代の家はこんなものでもあったろうか武蔵は外から我が家を眺めて一人橋に入っている木の皮と竹とかやと板とでできているそして柱は付近の丸木であるその家の中の壁とか少焼寺とかに ほんのわずかばかり使用されている保護碑がひどく貴重に見え、また文化的な光と匂いをたたえ、やはり神代ではありえない住居を証拠立てている。しかも、老々と胃のすだれの影からは、伊織の読書の声が流れている。秋となっても、セミの声はまだ王だったが、到底、その伊織の声にはかなわない。イオリ「伊織、はい、はい」と返事したときは、伊織は、もう、彼の足元に来てひざまずいていた。近頃、 厳しくらしたしくらたつけである以前のわらべべし、上太郎には、彼はこうしなかった。彼の振る舞いたいように振る舞わせ、それが、育つ盛りのものには、良いことであり、人間を自然に伸ばすことだと考えていた。武蔵自身が、そう育てられてきたからである。だが、年とともに、彼の考え方も変化してきた。人間の本来の性質の中には、伸ばしてもいい自然もある。だが、伸ばしてはならない自然もある。 放っておくと得て伸ばしてはならない本質は伸び伸ばしてもいい本質は伸びないものだったこの草案を立てるので草や木を買ってみても伸びてほしい植物は伸びず醜そうや邪魔な陥木は買っても買ってもわがかまって仕方がない応仁の乱子の方世の中の層は文字通り乱まであった信長がそれを借り秀吉が束ね家康が地ならしと建築にかかりかけているがまだまだ危ないことは 不備木の日一つで天下を人なさんず、けぶりも背うと西には満ちている。だが、この長いランマの世相は、もう一転する秋だろう。野生の人間が、野生を大きく変われる時代は過ぎた。武蔵が歩いた足跡の範囲だけを見ても、将来、天下が徳川になろうが、豊臣の手のひらに帰ろうが、人心の一致している方向はすでに決まっている。それは、ランマから生理へ。また、破壊から建設へ。 要するに、求めても求めなくても、時期の文化が、人心の上へひたひたと、潮を上げているのである。武蔵は、一人思うことがある。生まれたのが、遅かった。と、せめて、二十年も早く生まれていたら、いや十年でも、間に合ったかもしれない。と、自分が生まれた時が、すでに、天正十年の小牧の合戦のあった年である。十七歳には、あの関ヶ原であった。もう 野生の人間が用をなす時代はその頃から過ぎてしまったのだ。今思えば、田舎から槍一本持って出て、一国一城を夢見るなどということは、おかしいほど、時代錯誤な田舎者の世間知らずであった。早い。時世は急流のように早い。太閤秀吉の出世が、筒浦々の青年の血へ響いてきた時には、もう太閤秀吉の踏衆ではいけないのである。武蔵は、伊織へ教えるのに、そう考えずにいられなかった。 そのために、上太郎とは違って、ことに、しつけを厳しくした。次の時代の侍を作り上げねばならぬと思った。先生、何か御用でございますかのづに、大きな日が落ちかけた。いつものように、墓犬を割れ、稽古をつけて使わそう。はい。伊織は、二本の墓犬を持ってきて、武蔵の前に置き、お願いいたします。丁寧に頭を下げた。三。 武蔵の墓県は長い、伊織の墓県は短い、長い墓県は西岸に、短い墓県も西岸に、いわゆる愛西岸にあって、市底は向かい合っている。草より出て草へ沈むという武蔵野の日は、地平線にほのかな夜明を残していた。草庵の後ろの杉林はもう暗かった。日暮らしの声を仰ぐと、細い月が、その小に忍び寄っている。 稽古であるもちろん伊織は武蔵の構えを真似て自分も構えているのであった「打ってもいい」と言われているので伊織は打っていこうとするが思うように体が動かせないのである「目を」と武蔵が言う伊織は目を大きくした武蔵がまた言う「目を見ろわしの目をくわっと見るのだ伊織は懸命に武蔵の目を睨もうとする。 だが、武蔵の目を見ると、自分の睨みは跳ねしりぞけられて、武蔵の睨みを受けてしまうのである。それでも、なお、じっとこらえて、見つめていようとすると、頭が、自分の頭だか、人の頭だかわからなくなってしまう。頭ばかりでなく、手も足も、五体すべて、うつつになってしまう。するとまた、目を、と、注意される。いつの間にか、目は、 武蔵の目の光から逃げるようにそわそわ動いているのだはっとそれに心を集めると手に持っているぼ剣までいおりは忘れてしまうのだったそして短いぼ剣が百貫の鉄の棒でも支えているようにだんだん重くなってくるめめ言いながら武蔵が少しずつ前へ進んでみせるこのときいおりがどうしても後へ下がりたがるのでそれを幾十度も 今日まで、叱られてきた。で、伊織は、武蔵に倣って、前へ出ようと努めるのだったが、武蔵の目を見ていては、到底、足の腰も、にじり出せないのである。しさがれば、叱られる。進もうとするが、進めない。伊織の体が、くわっと熱くなる。人間の手に掴まれたセミの体みたいに、くわっと熱くなる。このとき、何を。と、伊織の幼い精神の中にも、少子化と、 火花が走るのだった武蔵はそれを感じるとすぐ彼の気を誘ってこい!」言いながら魚がかわすようにさっと肩を落としながら身をしりぞいてやるのだったいおりはあっと言いながら飛びかかる武蔵の姿はもうそこにはいない一転して振り向くと自分のいたところに武蔵はいるそして最初の時と同じ姿勢にまた回るのであった いつか、そこらは、人とによつゆがつづっている。眉に似た月は、杉林の影を離れ、そこから風の落ちてくるたびに、虫の音は、皆息を引く。昼は、さほどとも見えない焼草の花々も、顔を装って、皆芸匠派ごどもを舞うかのようにそよぎ立つ。よし、これまで、武蔵が、木犬を下ろして、それを、いおりの手へ渡したとき、いおりの耳に初めて、裏の杉林のあたりに、人声が聞こえた。 4. 誰か来たな。また、止めてくれと、旅の人が迷ってきたんでしょ。行ってみろ。はい。いよりは、裏へ回っていった。武蔵は、竹園に腰掛けて、そこから見える武蔵野の夜を眺めていた。もう、ほすすきがほをそろえ、草の波には、秋の光がある。先生。旅人か。違いました。お客様です。客 北条新倉様が、お、北条殿か、の道から来ればよいのに、杉林の中に迷い込んで、やっと分かったんですって。馬を向かうにつないで、裏に待っておりますが、この家には、裏も表もないが、こちらがよかろう、お連れ申してこい。はい。家の横へ駆け回って、北条さん、先生は、こちらにいます。こっちへおいでなさいまし。いおりがどなる。おう。 武蔵は立って迎え、すっかり双剣になったシンクラの姿に、まず、喜びの目を見張った。ご無沙汰いたしました。子は落人を避けてのお住居とは察しながら、押して、突然、およこしまげ申しました。お許しのほどを。シンクラの挨拶にえしゃくしながら、武蔵は縁へ誘って、ま、おかけください。いただきます。よくわかりましたな。ここのお住居で。 されば誰にも告げてないはずだが、厨子の康介から聞いて承知いたしました。果実、康介とお約束の観音様がお出きとかで、伊織殿が、届けられたそうで。ははあ、では、その折、伊織が、ここの住所を喋りったと見える。いや、別に、武蔵も、まだ、人を避けて歓起するなどという年齢ではありませんが、75日も身を潜めていたら、うるさい噂もさめようし、従ってまた、 コウスケなどに災いのかかる恐れもなくなろうかと思ったまでのことでござる。お詫び申さねばなりませんる。と、シンク倉は頭を下げて、皆、手前のことからご迷惑を。いや、お身のことは、枝葉に過ぎない。原因は、もっと遠いところにあるのです。小次郎とこの武蔵との相場に、その佐々木小次郎のために、またしても、小畑老先生のご子息、与五郎殿が、殺害されました。 あの子息が、帰り討ちです。私が倒れたと聞かれたので、一途に、あいつを狙って、帰って落名なされたのでした。止めたのに、武蔵はいつか、小畑の玄関に立った、若いよ、五郎の姿を思い浮かべ、あたらと心の内で、つぶやいた。しかし、ご子息のお気持ちもわかるのです。門下は見なさり、各言手前も倒れ、おい先生も先ごろ病死なされました。今は、 とといいうお気持ちを抱て、て小次郎の家へ襲って行かれたものと察しれた察らます。うむ。まだ、わしの止め方が足らなかった。いや、止めたのが、かえって、与ご郎殿の早期をあべこべに駆り立てたかもしれぬ。返す返すも惜しいことを。で、実は、私が、お畑の跡を継がねばならぬことになりました。与ご郎殿のほかに、追い先生の落血筋もないので、すでに絶景となるところ、父や巣坊主から、柳生宗則様へ実情を申し上げ、 お骨折りで、死の仮名だけは養子の手続きを取って、残ることに相なりました。しかし、未熟者の私では、かえって、甲州流軍学の名家の名を、汚すようなものではないかと、それのみを恐れておりまする。五、北条新蔵が、言葉の中に、父安坊主と言ったのを、武蔵はふと、聞きとがめて、北条安房氏殿と申せば、甲州流のお畑と並んで、北条流の軍学の宗家ではありませんか。そうです。 祖先は遠州に起こりました。祖父は小田原の北条氏綱氏康の二代に仕え父は大御所家康公に見いだされちょうど三代軍学を持って続いてきておりますその軍学の家に生まれたその元がどうして小畑の内弟子などになられていたのか父の安房主にも門人はあり将軍家も軍学をご信仰しておりますが子には何も教えませぬ他家へ行って指示してこい 世間から、苦労を先に旬で来いと申すような風の父でありますゆえ、シンクラの物腰や、そういう人柄のどこかに、そう聞けば、卑しくないところが見える。彼の父は、北条流の流れを汲む三代目安房氏氏勝であろう。そうすると、その母は、小田原の北条氏康の女である。人品のどこかに、下船でないものが、即見えるのは、道理であった。つい、余談に紛れましたが。と、シンクラは、 そこで授業し直し、今よい、急に、お尋ねいたしたのも、実は、父や素坊主の言いつけで、本来、父の方からお礼に伺うところであるが、折からちょうど珍しいお客様も来合わせて、屋敷にお待ちいたしておるので、お迎えいたしてこいと、言いつけられてまいったのでござりますが。と、武蔵の顔色を伺っていた。はて武蔵は、まだ、彼の言葉が、よくくめないらしく、珍しいお客が、 その元のお屋敷で拙者を待ち受けているから来いという仰せかなそうです。恐縮ながら、手前がご案内いたしますほどに。これからすぐにはい。一体、その客とは、誰方でござるか武蔵には、とんと、江戸には危機がないはずでござるが。ご幼少から、よくご存知のお方でござります。何、幼少からいよいよ、2の時点。 1> 1 2にほぐせない。誰だろう幼少からといえば懐かしい。本遺伝又八か、あるいは竹山城の侍か、父の旧地か。ひょっとしたら、お通ではあるまいかなどと思いながらまた、その客とは一体誰かと聞くと、シンクラは急した様子で、お連れしてまいるまで、名は明かさずにおれ、会って意外と喜び合った方が、興があるからと申されるのです。お越しくださいましょうか。 いうのである武蔵はしきりとそのわからぬ客に会ってみたくなった。おつうではなかろう。そう思いながら、また、心の隅で、おつうかもしれないし、と思われたりする。参ろう。武蔵は立って、いおり、先にぬめ。と、言った。シンクラは使いの面目が立ったと喜んで、早速裏の杉林につないでおいた駒を縁先まで引いてきた。 駒の蔵もあぶみも、秋草の漁に、しとどに濡れていた。6、どうぞお召しを。と、北条臣倉は、馬の口輪をつかんで、武蔵へ進めた。武蔵は、勘定辞退せず、安城の人になって、いより、先に眠め、わしの戻りは、明日になるかもしれぬ。いよりも、外まで出て、行っていらっしゃいまし。と、見送った。萩、すすきの中を、馬上の武蔵と、 口はお持つシンクラの影とがやがて一面なつゆの彼方へ沈んでいった伊織はポカンと一人ぼっちになって竹園に腰掛けていたこの草案に一人留守をすることも珍しくはないまた法天が腹の一つ屋にいた頃のことを思えば寂しくもない目目オリは稽古のたび武蔵から言われることが頭にこびりついて今もすぐ銀河の空を仰ぎながらポカンと それを考えていたどうしてだろうなぜ、武蔵の目に睨まれると、あの目を見ていられなくなってしまうのか、よりにはわからなかった。そして、少年の純な口惜しさが、大人以上の一途となって、それを、幼い思念で解こうとしていた。そのうちに、彼は、草案の前の一本の木に絡んでいる信道の墓から、キラと、自分の方を睨んでいる蜜の目に出会った。おや生き物の目である。 それは、死の武蔵が、墓犬を持って、自分を見る目にも劣らない光を帯びている目だった。イタチの、よしに変えて、我、第四水準2の94の68だな、7。伊織は、信殿の見えよく来るムササビの顔を覚えている。あの琥珀色の目が、草案から移す日のせいか、妖怪のそれのように、恐ろしくギラギラ光っているのだった。畜生め。おいらが育児がないと思って、ムササビまで人を睨んでやがるな。負けるか。 お前などに。イオリもまた負けない気になって、ムササビの目をきつく睨み返した。彼が、竹縁から、両肘を張って、息もせずに、そうしていると、なんと、感じたものだろうか。意固じで、才意深くて、執念強い小動物は逃げもせず、かえって鋭い光をその目に加え、じっと、いつまでもイオリの顔を見ているのである。負けるか、何時ごときに。と、イオリも、見つめる。長い刃を。 全く呼吸もせずに、そうしていたのであったが、やがて、いおりの目の力が、彼を、圧迫してしまったものか、のぶど堂の葉が、傘と揺れた刹那に、ムササビの影は、どこへやら消えてしまった。ざまを見ろ。いおりは、誇った。彼は、びっしょり汗をかいていたが、なんだか胸が精製して、近度氏のムサシと立ち会うときには、今みたいににらみ返せばいいんだと思った。彼は、イスラレを下ろし、草案の中で眠りについた。 火を消しても、イスラレの隙間から、ろあかりが、青白く映している。彼自身では、横になると同時に、すぐ眠りに入った気がしていたが、頭の中には、何か光る玉のようなものが、ギラギラしていて、それが、だんだん、ムササビの顔のように、夢うつつの境に見えてくるのだった。うーむ、うーむ。何度も彼はうめいた。そのうちに、どうしても、その目が、ヤグの裾の方にいる気がしてならないので。 むっくり置き直ってみると、果たして、薄明るいむしろの上に、一匹の小動物が、くわっと自分を睨みつけているのだった。あっ、ちくしょう。枕元の刀を割って切るつもりのいりは、門んどりうって、刀と共に転び、さっと動いた椅子垂れに、むささびの影が黒くとまっていた。ちくしょう。その椅子垂れもズタズタに切り、外のののぶも、乱離はなれと切って、なお、脳を見回していたいりは、三つの目の行方を、天の一角に見つけた。 それは、青い大きな星だった。四軒一頭。一。どこかで、神楽笛の音が、遠く聞こえるようでもある。夜祭りでもあるのか、かがりの火花が、森の小に、薄赤く映している。馬でこそ、一国だったが、口は終わってついてきた北条神倉には、この牛込めまで、かなりの道であったに違いない。ここです。赤城坂の下。一方は、赤城神社の広い境内であり。 坂の道を隔てて、それに劣らぬ広い土塀を巡らした宅地がある。土豪の門のような、そこの構えを見て、武蔵は蔵を降り、五代に」と、新蔵へ手綱を返す。門は開いていた。彼が引き込む熊のひずめが、勝都邸内へ響くと、待ち設けていたらしく、子息を手にした侍たちが、お帰り。と、出迎えて、彼の手から、また熊を受け取り、そして、逆の武蔵の先に立って、 ご案内いたしまする。と、シンクラと共に、木々の間を縫って、外玄関の前まで来る。すでに、そこの敷台には、左右に明るい食材を備え、用人らしいもの以下、安房主の召使いが、ずらりと頭を下げていた。お待ち受けでござります。どうぞそのまま。ごめん。武蔵は、箱段を登って、家人の導くままに歩いた。ここの家づくりは変わっていた。階段から階段へ。 上へばかり登っていくのである。赤城坂の崖へ寄って、櫓組に行く部屋も積み上げられてあるのであろう。しばらく、ご休息を、一室へ通して侍たちは、しさがっていく。武蔵は、そこへ座ると、すぐ、この部屋の高い位置に気づいた。庭の崖先から真下に、江戸城の北の堀が見え、城壁を包む丘陵の森と題して、昼間はさぞと、ここからの展望も忍ばれるのであった。音もなく、 口の襖が開く美しい駒遣いが、そそと彼の前に菓子、茶、タバコなどのもてなしを備え、無言のまま仕下がっていった。その艶な帯や裾が壁から出て壁へ座れていくように隠れると、あとにはほのかな行為だけが漂って、ふと武蔵に女なるものを忘れていた胸から思い起こさせた。しばらくすると、故障をしょれた主がそこへ現れた。シンクラのジップやスボウシュウジカツである。 武蔵の姿を見ると、非常に慣れ慣れしくい,いや、自分の息子たちと同年配なので、やはり子供のように見えるのであろうか。いや、世を起こし。と、厳しい辞儀などを訳して、故障のしつらえた敷物へ、武将らしくあぐらを組み、聞けば、せがれの心臓が、異界ご恩になったそうな。起こしを願うて、礼を言うなどは、逆礼者が、許されい。と、扇の先に、手を重ねて、高い頭をちょっと下げた。 恐れいると、武蔵も、軽いえ釈をして、安房主の年配を見ると、もう、前歯は3本も抜けているが、皮膚のつやは、老人嫌いな負けん気を表し、少し白いのも混じってはいるが、太い口ひげを、左右へ生やして、そのひげがまた、歯のない唇の周りの梅干しじわをうまく隠しているのであった。子だくさんな老人らしい。そのせいか、若い者にすぐ親しまれそうな人である。武蔵は、そう感じながら、彼も、また、 気軽にすぐ訪ねた。ご子息から伺えば、私を存じおるお客がご当家に来合わせておられるよし。一体誰方でござりますか二、2. 今、お合わせする。安房主は落ち着いて、よう、その元を知っている人だ。偶然にも、二人が、二人とも、よく知っておる。では、客殿は、お二人と見えますなどちらも、わしとは親しい友達、実は、 今日五条内で出会ったのじゃ、そしてここへ立ち揺られて、よもやまの話のうちに、シンクラが挨拶に出たことから、その元の噂が始まった。すると、客の一人の方が、にわかに、久しぶりで会いたいという。また、一方も、会わせてほしいという。そんなことばかり述べ立てていて、安房主も、なかなか、客が何人であるか明かさないのであった。だが、武蔵は、うすうす溶けてきた心地がした。にっと、 微笑みながら試みに、わかりました。双方、たくあん殿ではございませぬか。と、言ってみると、やあ、当てたわ。果たして、安坊主は、小膝を打って、よう、お察しじゃ。いかにも、今日ご条内で出会うたのは、そのたくあん坊。お懐かしかろう。その後は、実に久しく、お目にかかりませぬ。一人の客が、たくあんであることは、これでわかった。だが、 もう一名は、誰か、思い当たりもない。安房主は、案内に立って、ござれ、と、部屋の外へ導いた。そして、外へ出ると、また、短い階段を上り、鍵の手に曲がっている廊下を、奥深く入っていった。その辺で、ふと、先にいた安房主の姿が見えなくなった。回廊も階段もひどく暗いので、勝手を知らぬ武蔵の足が、遅れがちであったせいもあろうが、それにしても、 気の短い老人ではある武蔵が足を止めて佇たずんでいるととりの写している彼方の座敷らしいうちから「こちらじゃ」と安房主が言う。を目は答えたが武蔵の足は一歩もそこから出ていないとりの流れている縁側と彼の立っている廊下との間を約9尺ほどの闇が中断していてそこの暗い壁の路地に武蔵は何か好ましからぬものの気配を感じたのである なぜござらぬ武蔵殿の、こちらじゃよ、早を渡られい。安坊主は、また呼んだ。はい。武蔵は、そう答えずにいられないところに立っている。だが、彼は、やはり前へ歩まなかった。静かに、足を巡らして、十歩ばかり戻ると、庭先へ出る手線香がある。そこの靴のぎ席にあるポックリを履いて、庭伝いに回って、安坊主が呼んでいる座敷の前へ出て行った。 そこから、と安坊主は、何か、出し抜かれたような顔して、座敷の端から振りこった。武蔵は意にもかけず、おう。と、座敷のうちへ呼びかけて、床の正面に座っている宅安へ、心の底から笑顔を向けた。おう。と、同じように、宅安も目を見張り、席を立って迎えながら、武蔵か。と、これも懐かしそうに、待っていた、待っていた。 何度も繰り返して言うのだった3さて、久しい開口である。二人ともしばらくは、見やくことなく、お互いの姿をただ眺め合うばかりであった。しかも、場所も場所。武蔵にとっては、なんだか、この世の対面とも思われぬ心地がするのだった。まず、その後のことども、わしから話そうか。と卓庵は言う。そういう卓庵は、昔ながらの粗末な創意で、決して、 金乱も、玉も、飾ってはいないが、どこか以前の彼とは、風貌も違っているし、言葉の格も丸くなっている。武蔵が、かつての野育ちから現れて、昔ながらの一夜人でも、どこかに温厚を加えてきたように、卓安もようやく、その人間に、風格というようなものや、前家の深みを備えてきたものであろう。もっとも、武蔵とは、年齢も十一も違う。やがて、卓安は、四十に近いのである。この前、 お別れしたのは、京都であったの京都以来か。あの折、わしは母の既得で、田島へ帰った。こう語り出して、母のもに服すこと一年、間もなく旅へ出て、先週の南州寺へ身を寄せ、あとには大徳寺へも参じ、また、光弘京などと共に、世の流転をよそに、歌案やよし、茶山舞よし、思わず数年を暮らしてきたが、近頃、岸和田の城主、小出右京の進が下校に堂々して、ぶらと、江戸の明けよう。 ありのまま言えば、見物に来たのじゃが。ほ、では、近頃のお下校でござりましたか。右大臣か、秀忠とは、大徳寺でも、二度ほど会うているし、大御所には、しばしばえしておるが、つい江戸には、今度が初めて。して、おもとには、私もつい、この夏の初め頃から。だが、だいぶ、もう、関東でも、お主の名は、有名なものじゃの。武蔵は、ぞっと、切字に恥を覚えながら、 悪名ばかり。と、ふむいた。たくあんは、その体をしげしげ眺め入って、彼の竹蔵時代の姿を思い出しているらしかった。いや、何、お主ぐらいな年頃に、早くも、美名の高いのは、むしろどうかな悪名でもかんうまい。不中、不義、逆とそんな悪名でない限りは。とたくあんは言って、さて、次には、そちらの修行また、今の境遇など、聞きたいが。 問い出した武蔵は、この数年のあらましを語って、今もって、未熟、深く、いつまで、真の誤入ができたとも思われませぬ。歩めば歩むほど、道は遠く深く、何やら、果てなき山を歩いている心地でございまする。と、十回した。むそうなくては。と、むしろ、たくあんは、彼の短足を、正直な声として、喜びながら、まだ三十ならの実が、 道のみの字でも、わかったなどと公言するようじゃったら、もう、その人間のほうは止まりよ。十年先に生まれながら、野草なども、まだまだ、善などと話しかけられると、背筋が寒い。だが不思議と、世間が、この煩悩児を捕まえて、法を弔問したいの、教えをこいたいのという。おもとなど、買いかぶられていないだけに、わしよりは、すっぱだかじゃな。訪問に住んで怖いのは、人を、ややともすると、生きけかのように。 崇め込むことじゃよ二人が話に熱している間にいつか禅や調子などが運ばれてきていたおうそうそう阿波殿のてい役じゃもう一方の客をお呼びして武蔵殿へ紹介せてもらいたいのとたくあんが気づいて言う禅は四客分配ばられてあるそしてここにいるのはたくあん主武蔵と三名だけである 姿の見えぬもう一名の客とは誰か武蔵にはもう分かっていた。しかし彼は黙って控えていた。4拓庵にそう催促されると安房主は少し慌てた顔色でお呼びするかのとためらった。そして武蔵の方を見てちとこちらの画策がそのもとに見事見破られた形でないささか発案者のわしが面目のお手。 にに言い訳を先にするあ安は笑って、敗れたからには潔よう、兜を脱いで打ち明けてしまったがよろしかろう。ほんの座教のたくらみ、北条流の宗家じゃとて、宋見式を張っておるにも当たるまいて。と言った。元より、わしの負けだ。安坊主は、そうつぶやいたが、まだ不審な色をその顔に残して、自分のたくらみをあって話すとともに、武蔵へ向かって、 次のような質問をした実は、せがれのシンクラからも、タクアンドのからも、おみさまの人間は、よううかたまわって、その上、お迎え申したことじゃが、失礼ながら、今のご修行がどれほどなものか、それは、知るよしもなし、またお目にかかって、言葉の上で伺うよりも、まず先に、無言のうちに拝見いたそうかとちょうど言い合わせた人しも、しかるべきお方ゆえ、い,いかとはかったところ、かしこまったと、すぐ飲み込まれて、シン あれなる暗い廊下の壁路地に、そのお方が刀の小口を切って、お待ちしていたものでござる。安坊主は、今さら、人を試すようなことをしたせいを、自ら恥じているように、そこで、謝罪の意を示して、それゆえに、実は、わざと、手前がこちらから、渡られい、渡られい、と幾度も、罠へ誘うつもりで、お呼びしたのじゃが。それをあの時、おもとには、どうして、後へ戻って、庭先から、 この室の縁側へとおまわりになられたのかそれがうかがいたいものじゃて。と、武蔵の顔を見入って言うのだった。武蔵は、ただ、唇のあたりにニヤニヤと笑いをたたえるのみで、どうとも、その解説を与えなかった。そこで、卓庵が言うには、いや、阿波殿。そこが、文学者のおもととと、剣の武蔵殿との差じゃな。はて、その差とはいわば、 悟志を基礎とする平理利の学問と心を真髄とする憲法の道との勘の相違でござりましょう。理から言えば、こう誘う者は、こう来なくてはならぬはずという文学。それを、肉眼にも、肌にも触れぬうちに、察知して、未然に、基地から身を避ける剣の神器。神器とは、前器。では、ン安殿でも、そうしたことがお分かりになるかの。さあ、どうだか。何にしても、恐れ入りました。 分けて、世の常のもの常もならば、何か殺気を感じたにしてもどう失うかまたは覚えのある腕のほどをそこで見しょうという気になろうに後へ戻って庭口からぽっくりを履いてこれへお見えになった時は実はこの泡も胸がドキッといたしました武蔵自身は当然なことと彼の感覚にあまり興もない顔つきだったむしろ自分が主のメタクラミの裏を書いたためにいつまでもこの座敷に入りがたくて 壁のののの外にに佇んででいるものが気の毒になったのでどうぞ、田島守様に、お席へおつきくださるよう、これへ、お迎えを願いまする。と、言った。ええ。これには、泡盛ばかりか、たくあんもちょっと驚いて。どうして、田島殿と、おもとにわかっておるのか。と、尋ねた。武蔵は、田島守に、神座を譲るべく、席を下がりながら。苦労はござりましたが。 あの壁の陰にひそと住んでいた賢気、また、ここのお顔ぶれといい、田島様を置いて、四人であろうとは思われませぬ。と、答えた。ご、むむ、ご名殺と、安房主が簡単して、うなずいてみせると、たくあんも。その通り、田島守殿に相違をざらぬ。愛や、物陰のお人、もう知れておる。これへござあってはどうか。室外へ向かって言うと、そこで笑い声が響いた。 やがて入ってきた柳生宗則と武蔵とは言うまでもなく初対面であった。その前に武蔵はすでに末席に身を退いていた。田嶋守りのためには床の間の席が空けてあったが彼はそこへ座らずに武蔵の前へ来て対等の挨拶をした。身が又右衛門宗則でござるお見知りおきください。武蔵もまた初めて御意を得ます。昨秋の浪人宮本武蔵と申す者何分 この後はご指導を。先頃、家臣・木村助九郎から、おことづても承ったが、折悪く、国元の父が退官での。赤州祭様には、その後のご容体、いかがにございまするか。年齢が年齢でござれば、いつとも。と、語尾を消して、いや、あなたのことは、その父の手紙にも、瞬く安んのからも、よく聞いておりました。分けて、ただいまのご用意には感じいる。武作法には似たれども、 金がね、この見え御所望の試合も、これで果たしたと申すもの。お気に触られな。温厚な風が、武蔵の貧しい姿を柔らかに包むのであった。噂に違わず、田島守は聡明な達人であると、武蔵もすぐ感じた。お言葉、痛み入りまする。武蔵は、自然、彼の挨拶以上に、身を低くして、そう言わざるを得ない。田島守は、たとえ一万億でも、諸侯の列にある人である。 その価格から言っても、遠く、天陽年代から、野牛の、将の豪族として知られ、しかも将軍家の死ではあり、一介の野人に過ぎない武蔵とは、比較にならない検問の手である。同席して、こう語り合うことすらが、すでに、当時の人の観念では破格であった。だが、ここには、旗本学者の安房守もいるし、また、野荘の拓庵も、極めて、そういう隔てにはこだわらずにいるので、武蔵も救われた心地で座っていた。やがて、 をを持つ調子を組み交わす断章が湧くそこには、階級のの差もない年齢の隔てもなないい年齢隔て武蔵は思うに、これは自分への待遇ではなく、道の徳であり、道の交わりなるがために、許されているのである。そうだ。卓庵は、何を思い出したか、桜を下に置きながら、武蔵へ、お通はどうしておるの近頃。と、不意に尋ね出した。 その唐突な問いに、武蔵は、ちょっと顔をべにらめ。どうしておりますやら、その後はとんと。とんと、知らんのか。はい。それは不憫。あれも、いつまで知らぬままにはしておけまい。その元としても、胸のりがふと。おつうとは、柳生谷の父のもとにもいたことのあるあの女子のことか。と、言う。そうじゃ。たくあんが変わって答えると、それならば、今、 老井の兵庫とともに、国元へ行って、赤州祭の看護をしてくれているはずと、宗りが話し、武蔵殿とは、そんな以前からの、お知り合いか。と、目を見張る。卓庵は、笑った。お知り合いどころではおざらぬよ。はははは。六。兵学家はいるが、兵学の話はしない。禅僧はいるが、禅の禅の字も言わない。県の田島守り、県の武蔵もいながら、戦国から、 剣道のことなどは、お首にも話題には上らないのである。武蔵殿には、血とおもはゆかろうが。と、卓安が、軽く戯れながら断って、ひとしきり、今、話の種にしていたのは、お通のことで、彼女の老いたちやら、武蔵との間柄を打ち明けて、この男女はいずれどうにかせねばならぬが、野草の役には向かぬ。一つ、ご両所のお力添えを借りるのじゃな。と、それを基礎に、安に、武蔵の身の落ち着きを、 田島守と泡盛へはかるような、たくの口裏であった。他の雑談のうちにも、もう、武蔵殿もご年配。一家を叶えられてもよかろう。と、田島守もいい、安房守も共に、ご修行も、これまで詰めばもう十分。と、口を強せて、それとなく、武蔵に、長く江戸へ泊まることを最善から進めているのであった。田島守の考えでは、今すぐではなくても、お通を柳牛谷から呼び戻し、 武蔵に目合わせて、江戸に一家を持たせたら、柳生、小野の二家に加えて、三派の剣旨が定立し、目覚ましいこの道の流星期を、この新都府に起こすであろうと思うのであった。拓安の気持ちも、安坊主の行為も、ほぼそうした考えに近かった。ことに、安坊主としては、子息の心臓が受けた恩義に報いるためにも、ぜひ、武蔵殿を、将軍家御師範の列にご推挙したい。という考えを抱いていて、それは、 心臓を使いにやって、武蔵をここへ呼び迎える前に、話し合っていたことなのである。一応、彼の人間を見て。というので、話は決まっていなかったが、武蔵を試した田島守りには、もうそれも分かっているはずだし、素性,性格、修行の履歴などは、卓安が保証するところであるから、これにも、誰も意義はない。ただ、将軍家の師範に推挙する場合は、当然、旗本に列しなければならない。これには、 三河以来の不来者がたくさんいて、徳川家が、今日をなしてから、新規に抱える者に対しては、とく白難視する傾きもあり、近頃、うるさい問題も起こっているので、なんといえば、ただ、そこに難関はある。だが、これも、卓庵が口添えしたり、両人の推挙があれば、通らないこともなかろう。もう一つの困難と想像されるのは、家柄のことである。武蔵は、もちろん、刑図書などは持っておるまい。塩素は赤松一族で、 平田証言の末裔とはあっても、学証はなし、徳川家との縁故もない。あるのは、むしろ、反対に、無名の一戦士としてではあったが、関ヶ原の折、槍一筋でも持って、徳川の敵に立ったという、不利な経歴ぐらいなものである。だが、関ヶ原以後、たとえ敵方であった浪人でも、ずいぶん召し抱えられている例はある。また、価格のことも、小野次郎右衛門のごときは、伊勢松坂に隠れていた北畑家の一浪人であったのが、 抜擢されて、今では将軍家師範となっている前例もあるので、これとて案じるほどの障害にはならないかもしれない。とにかく、推挙してみようが、ところが、肝心な、その元の腹は、どうおざるな。卓安が、こう、話の結びへ持ってきて、武蔵に正すと、身に過ぎたお心添えにござります。なれどまだ、この身一つの拉致すらあかぬ未熟者。言いかけると、いやいや、それゆえ、 もう拉致をつけてもよかろうと進めるのじゃ。一家を構える気はないのか。お通もあのままにしておくつもりか。たくあんは率直に問い詰めた。7、お通をどうするか。それを問われると、武蔵は、責められる心地がする。不運となるとも、私は私の心で。とは、彼女がたくあんへも言ったことだし、武蔵にも常に言っている言葉であったが、人は許さない。人は、男の責任とする。 女が、女自身の心で動いてきても、その結果のいい悪いは、男のせいにあると見る。自分のせいではない。などとは、武蔵も、決して思いはしなかった。いや、思いたくない、心の方が強い。やはり、彼女は恋に惹かれてきたと思う。そして、恋の罪は、二人が負うべきものと知っていた。けれど、さて、彼女の身をどうするか。となると、武蔵には、胸の内だけでも、 的確なな答えが出てこないその根本には、まだ一家など構えるのは自分としては早すぎる。という考えが潜んでいるからであった。入れば入るほど深い遠い県の道へのひたむきな欲求がそのために少しも紛れようともしないからであった。もっとだわりっていえば武蔵の胸には法天ヶ原の開墾からこっち県に対するそれまでの考えが一変して全く 従来の剣術者とは観点の違った方へ彼の探求は向かってきている将軍家の手を取って剣を教えるよりは土民百姓の手を取って遅刻の道を切り開いてみたい征服の剣、殺人の剣はかつての人々が振るってその行くところまで行き着いている武蔵は開墾地の土に親しんでからその上へ行く剣を道をどんなに突き詰めて考えてみたことか治める、守る、磨くこの生命とともに 人間が、臨終の際まで、抱きしめていられるような剣の道が立つとしたら、その道をもって、世を治めることはできないか、民を休んでしめることは不可能か。それからは、彼はかんて、単なる剣技を好まなくなった。いつか、伊織に手紙を持たせて、田島守りの門をうかがわせたのも、かつて、柳生の体操を伏すべしとなして、石州祭に挑んだような、浅い破棄では決してなかった。ベムサシの今の希望としては、将軍家の師範となるよりは、 正,反でも良い正規にサインをしてみたい。剣の持ち方を解くよりも、正しい政治を敷いてみたい。笑うだろう。おそらく、今までの剣術者が、彼の抱負を聞いたら、大それた。というか、若いやつだ。と、一生するか、さもなければ、政治に触れたら人間は堕落する、ことに純潔をとぶ剣は曇ってしまうと、彼を知る者なら、彼のために、惜しむであろう。 ここにいる3名の人々も、自分の親族を言えば、皆、前のうちのどれか、一つの弦をなすに違いないと、武蔵にもそれは分かっている。で武蔵は、ただ、未熟を理由として、何度も、断ったが、まあ、良い。たくあんは、簡単に言うし、安房主もまた、とにかく、悪いようには致さぬ。我々に任せておかれい。と、飲み込んでしまう。老けてくる。酒は尽きないが。 諸は時々火の傘をかぶった。その度に北条臣倉は火を切りに来て、ここの話を耳に挟み、誠に良いお話で、皆様のご推挙が通り、それが実現すれば、龍兵武道のためにも、武蔵殿のためにも、もう一石宴を張って、お酒きをあげてもよろしゅうございますな。と、父へも言い、客たちへも言った。演じの門、1、今朝起きてみると、 姿が見えないのである。明美。又八は台所から首を出して呼んでみた。いねえぞ。小首をかしげる。前から予感がないでもなかったので押し入れを開けてみると、ここへ来てから作った彼女の新しい衣装もない。又八は顔色を変え、すぐ土間の草履を履いて外へ出た。林家の井戸堀親方の運命のうちも覗いてみたが見えなかった。 またハはいよいよ慌て気味に、うちの明けみを知りませんかね。長屋から往来の角まで、聞き歩いて出て行った。見たよ、今朝。というものがある。あ、住みのおかみさんですか、どこで見かけましたか。いつもと違って、微れにおめかししているので、どこへと言ったら、品川の親類までと言っていたが。え、品川へ。あっちに、身寄りがあるのかえ。 この界隈では、彼を亭主と思い、彼も亭主顔しているので。へえ。じゃあ、品川へ行ったのかもしれません。追いかけてというほど強い執着ではない。なんとなく、ほろ苦いのだ。舌打ちをしたいようないまいましさがやたらにつきまとう。勝手にしやがれ。唾をして、また蜂はつぶやいた。そのくせ、ぶらんと放心した顔つきで、浜の方へ歩いて行った。浜は、芝浦街道を横切ると、 ついそこだった漁師の家がまばらにある朝明美が飯を炊いている間に浜へ来て網からこぼれる後六尾をよしに通し下げて帰るとちょうどお膳ができていたものであるその魚が砂の上に今朝もこぼれていたまだ生きているのもあるだがまた蜂は拾う気も出なかったどうなすったえまたん背を打たれて親誰かと振り向いてみると54 この太り肉な町人が、豊かな服装に、目じわをたたえて笑っていた。あ、ひの質屋の旦那でしたか。朝はいいね、すがすがしくて。ええ。毎日、朝飯前には、こうして、海辺を音歩いかね。養上には一番いいからな。どういたしまして、旦那のようなご身分なら、歩くのも養生かもしれませんが。顔色がよくないな。へえ。どうかしたのかい。 マタハチは、一握りの砂を拾って、風の中へ撒いていた。急場の散段をしに行くたびに、マタハチも明美も、いつも、この質屋の旦那とは、店で顔を突き合わせていた。そうだ。いつ香りがあったらと思い思い、いい気もなく過ぎていたが、マタさん、お前今日は、商いに行くのかい。なんですか。行ったって行かなくたって、スイカや梨を売っていたんじゃ、どうせらちは飽きやしません。キスを釣りに行かないか。 旦那。と、また蜂は、悪いことでも浴びるように、頭をかいて、あっしゃ釣りは嫌いですが。何さ、嫌いなら、釣らなくてもいい。そこにあるのは家の持ち船だが、ただ沖まで出てみるだけでも、気が晴れるぜ。竿ぐらいはつけるだろう。へえ、まあおいでよ。お前に、商船料も儲けさせてやろうという相談だ。いやかい。2、芝浦の浜から、 五丁も置きえ出たが、そこらも、まだ、竿の立つほど浅かった。旦那、あっしに、金を儲けさせてやるって、えの葉一体どんなお話ですか。まあ、有利と。と、質屋の旦那という男は、大きな体を、ずしりと、小舟の胴の間に座らせて、またさん、そこの釣竿を船端から出しておくといいま。どう出しておくんで釣りをしていると見えるようにさ。海の上だって。 あの通り人目があらあな用もない船で二人が首を突き合わせていたら疑われるだろうじゃないかこうですかむむそれでいいと陶器作りの沿管に上等なタバコを詰めてくゆらしながらわしの腹を離す前にまた八さんに聞くがお前の住んでいる長屋の衆などはこの習いやをどう噂しているねおタクのことですかそう質屋といえば隠語と決まっているが 奈良屋さんは、よく貸してくれる。旦那の大倉様は、苦労人でいらっしゃると。いや、そんな質屋家業のことでなく、この奈良屋の大倉を、良いお人だ、お慈悲深い旦那だと、全く、お世辞ではなくみんな申しておりますが、わしが、新人家だということは誰も言わないか。さ、それだから、貧乏人をかばってくださるのだろうと、そのことは、ご奇特なことだと、言わない人はございません。奉行所の待ち方などが、 何か、わしについて、聞き歩いたようなこともないかねそんなことは、どういたしまして、あるわけがない。はははは、つまらないことを聞くと思うだろうな。だが、身を言えば、この大倉は、七行じゃない。へまた八へえ金も小泉料とまとまった大金となると、お前の生涯にも、二度と、そんな運にぶつかるかどうか知れないぜ。たぶん、それや、そうでございましょうね。 つかまないか、一つ。何をでその大金のつるをだ。ど、どうするんです俺に約束すればよい。へ、へ、するか、します。途中でことをちがえると首がないぞ。金は欲しかろうが、よく考えて返事をしたがよい。何を一体やるんですか井戸掘りだ。仕事は、造作もないこった。じゃあ、 江戸城の中の大倉は海を見回した材木や伊豆関や白武神の溶剤を積んだ船が誇張して言えば軸路を連ねてと言えるほど江戸湾にそれぞれの半旗を並べていた東道有馬加藤伊達中には細川家の戦旗も見える勘がいいなあまた八大倉はタバコを詰め直してその通りちょうどおめえの林家には井戸掘り親方の運転が住んでいるしその運転から いつも井戸掘り、人足になれと勧められてもいるだろう。渡りに船というものじゃねえか。それだけでゲスか。井戸掘りに行きさえすれば、何か足に、大金の授かることがあるんでしょうか。ま、慌てるな、相談というな、それからだよ。三、晩に忍んで来い。前金として、黄金三十枚、耳を揃えて渡してやろう。そう訳して別れた。また八の頭には、 大倉の言ったその言葉しか残っていないなその代償として、やるか。と大倉から持ち出された条件に対しては、その内容を漠然と飲み込んで、やる。と、言ったことだけしか、後に覚えていないのである。しかし、そう答えたとき、怪しく震えた唇には、まだかすかなしびれが残っている気はしているが。なんとしても、また蜂にとっては、金が魅力であった。しかも、途方もない額である。 年来の不運は、その金だけで埋め合わせがつく。そして、生涯の生活を保障される。いや、彼の心には、そうした欲望そのものよりも、今日まで、自分を小がかにした世間の、ありとあらゆるやつらに、どうだ、と、見返した顔をしてやりたいとする、その魅惑の方が強かったに違いない。船から陸へ戻って、長屋の家に帰って、ゴロンと、仰向けに寝転んだ後も、頭の中を占めているのは、金の眉目であった。 そうだ運平さんに頼んでおかなくっちゃ思いついて、林家を覗いたが、運平親方は出かけていない。じゃあ、晩にまたと家へ帰ってきたが、熱病に疲れたように落ち着かなかった。それから、やっと彼は海の上で質屋の大倉に命じられたことを思い出して、ブルブルと人もいない裏やぶや表の路地を見回した。一体なん何だろうあの人は今になって それを考えてみるのだったそれとともに、船の上で大倉から命じられたことを思い出してみた。井戸掘り、人足は江戸城の中の西の丸御神城と呼ぶ作事場へ入る。と、そんなことまで大倉は知っていて、木をうかがって、新将軍の秀忠を鉄砲で打ち止めろ。と、いうのであった。また、それに使う胆汁は、こちらの手で城内へ行け込んでおく。その場所は、 山帝の内にある、樹齢数百年という大きな円樹の木の下とし、そこに、鉄砲も火縄も、合わせて隠しておくから、掘り起こして、密かに狙えとも言った。もちろん、作事上の監視は厳密に違いない。奉行、目付などの警戒ももとよりであろうが、秀忠将軍は若くて活達だ。よく子息を従えて、不信情へも現れるという。そんな折、飛び道具なら、瞬間で目的を果たすことができよう。 とっさの騒ぎに乗じてすぐ火を放ち、西の丸の外堀へ飛び込めば、そこには、我々の仲間が、救いの手を伸ばしているから、きっと助け出してやる。ポカンと天井を見ながら、また蜂は、大蔵からささやかれた声を、頭の中で繰り返していた。肌がそそけだってくる。慌てて、羽を着て。そうだ、とんでもないこった。今のうちに断ってこよう。と、気がついたがまた、あの時。 大倉から、こう話したからには、もし、お前さんが、嫌だと言えば、気の毒だが、俺の仲間が、三日のうちに、きっと、寝首をもらいに行くぜ。と、言われたのが、その時のすごい目つきとともに、そこらに見えてくる気がした。4。西窪の辻を高輪街道の方へ曲がって、もう、夜半の海が、横丁の突き当たりに見えている四つ角。いつも見る七屋倉の壁を、横にあおいで、また八は、 路地の裏木戸をそっと叩いた。開いているよ。中ですぐ誰かが言う。お、旦那で。また八三か。よく来てくんなすった。蔵へ行こう。と、雨戸を入って、廊下伝いに、すぐ、土蔵の中へ導かれた。さ、座るがいい。主の大蔵は、ろうそく率を、長持ちの上に置いて、肘をかけた。隣の運兵親方のところへ行ってみたかね。へえ。 でどうしたい承知してくれました。いつ、お城へ入れてくれるというのか。あさって、新規の人族が、十人ばかりまたはいるそうで、その時に、連れて行ってやろうと言ってくれました。じゃあ、その方は、決まったんだな町名主と、町内の5人組の衆が、受け番号を押してくれさえすればいいことになっております。そうか。はははは。俺も、この春から、町名主の勧めで、 強ってと言われて、その5人組の一人になっているんだ。その方は心配なし通るぜ。え、旦那も、何を驚いた顔しているんだ。別に、驚いたわけじゃございませんが。ははは,は、はそうか、俺みたいな物騒な人間が、町な主の下役をする、5人組衆には言っているので、呆れたというわけか。金さえあれば、世間は、俺みたいな人間でも、やれ既得人の、慈悲深いのと。 こっちで嫌だと言っても、そんな役好きまで持ち込んでくるんだよ。またさん、おめえも、金をつかむこったぜ。え、へえ。また八は、何かしら、急に道具類をしながら、早口をどもらせていった。や、やります。だ、だから、手付けの金を送んなさい。お待ち。手職と一緒に立って、大倉は、蔵の奥へ首を入れ、棚の手分庫から、30枚の黄金をわしづかみに持ってきた。 入れ物を持っていいるかございませんこれにでも巻いて、胴巻きへしっかり抱いていくがいい。そこらにあったさらさのボロを投げてやる。と、またハチはは、数えもせず巻き込んで、何か、受け取りでも、書いて参りましょうか。受け取り思わず笑って、可愛らしい正直者だのおめえは。受け取りはいい。間違ったら、そこに持っている首を抵当にもらいに行くばかりだ。 じゃあ、旦那、これでお暇を。待て待て。手付金だけ受け取ったからえいやで、忘れるなよ、昨日、海の上で、言いつけたことを。覚えております。五条内の西の丸裏帝のうち、そこにある大きな円樹の木の下だぞ。鉄砲のことでそうだ。近いうちに、池にやるからな。え誰が池に行くんでまた蜂は、ほぐせない顔して、 目を見張った五口入れ親方の運兵の手から町名主や五人組の受け盤付きで身一つで五条内にはいるのさえ並大抵な厳しさではないのにどうして外部から鉄砲や弾薬などを持ち込むことができるのかそして約束通り半月後に西の丸浦帝のうちの援助の下へあつらえたように生けておくなどということは神業でもなければなし得るはずのものではないまた八がそう疑ってまじまじと 大倉の面を見つめていると、ま、その方のことは、おめえが気をもまなくてもいいから、おめえは、自分の役割だけをしっかりやってくれ。と、大倉は深く言わず、まだ、引き受けたものの、おめえも強強しているだろうが、五条内へ入ってから、半月も働いている間には、自然、腹も座ってくる。自分も、それを頼りに思っていますが、その腹が、ぶっとできてから、うまく機会をつかむのだな。へえ。 それと、抜かりはあるめえが、今渡りした金だ。しとげてしまう後までは、どこか人目にかからぬところへ隠しておいて、手をつけちゃあならねえぞ。とかく、未然に事の破れるのは、いつも金からだからの。それも考えておりますから、ご心配には及びません。ですが、旦那、守備よくしとげた後で、後金はやれねえなんて苦情は出やしますまいね。ふ、ふ。またさん、口はったいようだが、この習い屋の蔵には、 金なんざ、千両箱であの通り重ねてある。目の楽しみに眺めてゆくがいい。手色を上げて、大蔵は、埃りだらけな蔵の隅を一巡した。全箱だの、鎧びつだの、何の箱か知れないものが、雑然と見えた。また蜂は、よく見もしないで、お疑いしたわけじゃございませんが。と、言い訳して、なお、半時ばかりそこに密談していたが、やがて、やや元気になって、元の裏口からそっと帰っていった。 彼が、出て行くとすぐ、おい、あけみ、大倉は、ともりのついている障子のうちへ、顔を入れて、あの足ですぐ、金を池に行ったろうよ。試しに置けて行ってみな。湯殿口から、誰か出て行く凶音がした。見ると、今朝、また蜂の家から姿を消したばかりのあけみではないか。近所の者に出会って、品川の親類へ行く。などと言ったのは、もちろん、 彼女のでたらめであったしつぐさを抱えて何度かここへ通ううちに主の大倉の目はいつの間にか明美を虜りこにして明美の今の境遇や心持ちまで聞いてしまったもっとも彼と彼女とは近頃初めて会ったわけではない彼女が中山道を江戸下りの女郎衆と共に八王子の宿まで来た時そこで泊まり合わせた旗子で彼女は上太郎の連れだという大倉を見かけていたし大倉は2階から 陽気な一座の中に、明美の姿を見て、うっすら、覚えに記憶はしていたのである。女手がなくて、困っているところだが。と、大倉が謎をかけると、明美は、一も二もなく、ここへ逃げてきてしまった。大倉にとれば、その日から、明美も役に立ち、または八も役に立つのであった。また八の始末はすると前から言っていたが、思い合わすと、それが今日のことらしかった。何も知らないまたは八の影は、 明美の先を歩いていった一度我が家へ戻ってくを持ち出し、よもすがら、裏藪ぶの辺りを歩いていたが、やがて、西窪の山へ登って、その金をいけていた。明美が、それを見届けてきて、大蔵に告げると、大蔵はすぐ出ていった。そして彼が帰ってきたのは明け方だったが、掘り出してきた金を、土蔵の中で調べてみると、30枚渡した黄金が、どう数えても2枚不足しているので、損失でもしたように、しきりと小首をかしげていた。 最坂1、悲信の闇、肥後の迷い、不竜をほぐすおばばではないが、秋の虫、ハギススキ、前には、ゆるい大川の流れ。こうした中に身を置いては、彼女も、物の哀れに誘われぬ人間ではありえない。いるのか、誰じゃ。半河原の部屋のもんだよ。葛飾から、野菜物がたくさん届いたから、ばババデ殿のところへも分けてやれと、親方がおっしゃっしゃるんで、一背負い持ってきた。いつも お心深いことのを、ヤジひょ殿によろしゅう言ってくだされよ。どこへおこうか。水口の流し元へ置いといてくだされ。後でしまうほどに。小机の側に火を掲げて、彼女は、今宵も筆を取っている。全部社協の悲願を立てた、例の父母恩長兄の行を積んでいるのであった。この浜町の原の一軒家を借り受けて、昼間は病人に急転をして困らぬながら、孤高のなりわいもし、夜は静かに社協などして、 一人暮らしの気やすさに慣れてからは、持病も久しく起こらないし、この秋は、体もめっきり若返った風である。あ、ババデンなんじゃ。夕方、若い男が、訪ねてこなかったかい。急転のお客か。うんやゃ、そうでもねえ様子だったぜ、なんだかようありげに、大工長の部屋へ来て、おばばの引っ越し先を教えてくれと言ってきたが、いくぐらいな男かの。捜査、27、8かな 氏はどっちかといえば丸っこい、そうせは高くなかったな。ふむ、来なかったかい、そんな人は、小沼の。ババ電の言葉と、鉛もよく似ていたから、国者じゃねえかと思ったが、じゃあ、おねみ。使いの男は、帰っていった。その強音が去るとまた、やんでいた虫の音が、雨のように、この家を包んだ。ババは、筆を置いて、火の傘を見つめていた。 ふと彼女が思い出したのは、1日の占いであった。開けてもくれても千ばかり多かった彼女の娘自分には、線に出ている夫とか、子とか、兄弟とかの頼りを知るすべもないし、また、自分たちの明日も知れぬ運命に震えいて、よく、その頃の人々は10日占いというものを口にしていた。酔いごとに灯す日を見て、火の傘が華やかに映しているから、吉次があるとか、火の色に紫色の影があるから、誰か死んだ知らせに、違いないとか。 火が松葉のようにはぜたから、町人が来るとか。そうして、浮いたり、喜んだりした。遠い娘時代の流行り事であるから、彼女も、もう、その占い方さえ忘れていた。けれど、今宵の日は、なんとなく、彼女にき事があるように、そよめきたっている気がする。そう思うせいか、ぽっと、虹色の傘まで映して美しい。もしや、また蜂じゃないか。そう思うと、もう、筆も持っていられない。 彼女は、恍惚と、愚かなるこの面影を描いて、半時や一刻は、身も世も忘れて、それのみを考えていた。ガサッと、裏口で、何やら物音がして、馬場の、うつつを覚ました。また、いたずらない立ちでもは行って、台所を荒らしているのであろうと、馬場は、火を持って立っていった。さっき、男が置いていった野菜物の上に、何か、手紙のようなものが見える。何気なく開いてみると、 2枚の黄金が包んであって、その包み紙に、まだ会う顔もそろわず、もう半年ばかりの不幸、平にお許しをと、そっと、窓よりお別れを告げて、立ち去り申しこうまた八、と書いてあった。2、草を蹴って駆けてきた一人の殺伐な風を帯びた侍が、浜田、違ったのか、と、寄ってくるなり、あえいでいった。大川端に立って、河原を見回していた方の侍は2人で、浜田と呼ばれたのは、 まだ部屋住みらしい若者で、むむ、違った、と、うめきながら、なお、何者かを探すように、ギラギラと目を配っていた。確かに、あいつと見えたが、いや、扇動だった。船頭か。追いかけてきたところ、あの船へ入ってしもうた。でも、何とも知れぬぞ。いや、調べてみた。まったく別人なのだ。はてな。と、今度は3人して、 川べりから浜町の腹を振り向いて、夕方、大工町でちらと見かけて、確かに、この辺までは追い込んだものを、飛ぶ足の速いやつ、どこへうせたか、川波の音が耳につく。三名は、なお佇たずんだまま、各二の時点、一の二の二十に闇の中へ、地木を放っていた。すると、また八また八少し間を置いて、再び、腹のどこかを。 同じ声が流れていった。またよう。また八。はじめは、耳のせいと疑っていたのであろう。三名とも黙っていたが、急に、目を見合わせて。いや、また八と呼んでおるぞ。老婆の声だが、また八といえば、あいつのことではないか。そうだ。浜田という部屋住みの若者が真っ先に駆け出し、あとの二人も続いてがけた。声を目当てに、追いついたのは造作もなかった。 先は老婆の足である。それに彼らの教音を聞くと、かえって、お杉バ,バは自分の方から駆け寄って、その中に、またハチはいやらぬか。と呼びかけた。三名は、ババの両手、襟神を三方から掴んで、そのまたハチを我々も追い回しておるのだが、一体、措置は何者だ。返事の前に、何しやる。と、ババは怒った魚のように。 棘を立てて、彼らの手を振り、手へんたすあて、第三水準一の八十四の八十、利。お主らこそ、何者じゃ。我々か、我々はおのかの門人。これによるのは、浜田虎之助だ。おのとは何じゃ。将軍秀忠公のご師範、おのは一刀流の小野次郎右衛門様を知らぬのか。知らぬ。こいつ。待て待て、それよりは、この馬場と、また八の縁子を先に聞け。わしは、 マタハチの母じゃが、それがどうぞしたか。では、己は、スイカウリのマタハチの母か。何をほざく。他国者と侮って、スイカウリとはよ思いやったの。美まさか国吉野里竹,竹山城のある主神面高し抜きに仕えて、王子百官、へおとした本殿れ家の子、わしはその母じゃぞ。耳も貸さず、一人が、おい、面倒だ。どうするひっかつげ。人質か。 おふくろとあれば、取りに来ずにはいられまい。それを聞くと、馬場は、骨張った体をそらして、車庫のように暴れた。三、面白くないことをた正しい。佐々木小次郎は、不平に腹が膨れていた。寝癖がついて、近頃は寝てばかりいる。月の岬の例の家だった。寝ると言っても、寝るべき時刻に寝るようにして寝ているのではなかった。物欲しさをもなくだろう。それを抱いて、仰向けに、 畳絵地かに転がりながらうつぼつたる独り言なのである。この名刀、この腕の持ち主が、五百石に足らぬ縁を取りかね、いつまでもかかり人で朽ちているとは。そう言って、か然と、抱いていたもの星竿の絵を鳴らし、もうおめ。と、目なりに宙をなぎ払った。そして、大きな半円を描いた光は、すぐ、さやの内へ、生き物のように潜み込んでいた。鮮やかでございますな。と、縁先から、 岩間家の仲間が、居合のお稽古でございますか。バカを言え、小次郎は腹ばいに寝返って、畳の上に落ちている虫の体を、爪の先で、ポンと縁先へ弾き飛ばした。こいつが、火へ飛びついてきてうるさいから、手打ちにしたのだ。あ、虫を。仲間は、それへ顔を近づけて、目を丸くした。ガニにた虫である。柔らかい羽も腹もきれいに切れて、半分になっていた。 寝床を敷きに来たのか。い,いえ、つい申し遅れました。さようではございません。なんだ。大工長の使いの者が手紙を置いて帰っていきました。手紙、どれ半河原や辞表へからであった。この頃そこにも、あまり関心がない。少しうるさくなったのである。寝そべったまま、彼はそれを開いた。ちょっと、彼の顔色が動いてきた。昨夜から、 お杉婆の行方が知れなくなったとある。そのため、今日は、一日中、部屋の物総出で探し、やっと、所在は知れたが、自分らの手に及ばないところへ運ばれているので、ご相談申し上げる次第ともある。それが分かったのは、例の、ドン・ジキヤのカカ・ショに、小次郎がいつぞや書いておいた文句を、誰か夏すり消して、こう、新しい墨で書かれてあったからだという。佐々木殿へ申す。また八の母預かり置くものおのかない。 浜田虎之助なり、やじ兵衛への手紙には、そんなことまで、細々が書いてあった。小次郎は読み終わると、来たな、瞳を天井へ上げながら、口の裏で言った。今日まで、そのおのかのうちから、沙汰のないのが物足らないところであった。二名のそれらしい侍を、どんじき屋の側の空地へ切り捨ててきたとき、孔明正大に、あそこのかか庄司へ、自分の生命を、後日のため、書いてきたものをと、心待ちに思っていたところである。 来たなと、つぶやいたのは、その反響がやっと出てきた北添海から思わず漏れた声なのだ。彼は、縁先へ立って、夜空を見回した。雲はあるが、降りそうもない。それから間もなく、高輪街道からダチンバに乗っていく小次郎の姿が見かけられる。ダチンバは、バンク、大工町の繁華原の家に着いた。彼は、ヤジヒョから異彩を聞き取り、明くる日の腹を決めて、その夜は、 そのままま部屋へ泊まっったたらしかった、4. 以前は、巫女城天然と図っていたが、関ヶ原の戦後、秀忠将軍の陣旅で、憲法講和をしたのが紀源で、幕臣に加えられ、江戸の門山に宅地をもらって、柳生家と並んで師範に列し、姓も、小野次郎右衛門忠明と変えたのである。それが門山のおのかだった。門山からは、富士がよく見えるし、近年、鶴賀州が移住してきて、邸宅の地割りがこの辺に当てられたので、この山一帯を、 近頃は駿河台とも呼び始めている。はて、最貨地坂と聞いてきたが、小次郎は、そこを登りきって、佇たずんだ。今日は富士が見えない。崖縁から深い谷をのぞく。木々の隙間を早々とゆく谷川が望まれる。お茶の水の流れだった。先生、ちょっと、探してきますから、ここにお待ちなすって。と、道案内についてきた半河原の若い者は、一人でどこかへかけていった。 しばらくすると戻ってきて、わかりました。と告げる。どこだやっぱり、今、登ってきた坂の途中ですぜ。そんな屋敷があったかな将軍家のご指南と聞いていたんで、あっしゃー、柳生様のような屋敷かとばかり思っていたら、さっき右側に見えた、汚い古屋敷の土塀がそうなんでさ。あそこは、以前、なんとかいう馬奉行がいた屋敷だと思ってたが。そうだろう。 柳生は一万一千五百石。小野はただの三百0石だからの。そんなに違うんで腕は違わないが、家柄が違う。柳生などは、その点では、先祖が七分六を取っているようなものだ。ここです。と、足を止めて指さすのを眺め。なるほど、ここか。と、小次郎も立ち止まって、まず、その家構えをしばらく眺めていた。馬奉行時代の古い土塀が、坂の途中から、 裏山の藪へかけて巡らしてある。地内はかなり広いらしく、扉のない門から奥を覗くと、母屋の裏に道場らしい、木の色の新しい建増しの塔も見える。帰っていい道案内の男へ行って、晩までに、お杉婆,婆の身を受け取って帰らなかったら、小次郎も骨になったと思えと、やじ表へ伝えておけ。へえ。男は、振りこりながら、雑貸坂の下へ、駆け下りていった。柳生へは、近づいて行っても無駄である。 彼を任して彼の名声を自分の名声へ転じようと図っても野牛は乙女流である将軍家流であるという口実があるから浪人剣士のそんな手に乗るようなことはしないそれに反して野かの方は無録者でも強豪の聞こえ高い者でも随分相手にとって試合にも応じると聞いているどう転んでも三百国だ野牛の大名憲法と違って殺伐なる実践的鍛錬を ここでは目標としているからでもある。しかし、小野家へ行って、小野派一刀流を蹂躙してきたというものがあったという例も聞かない。世上では、柳牛家を、尊敬している。けれど、強いのは、小野だと誰も言う。小次郎は、江戸へ出てきて、それらの事情を知った時から、この最勝坂の門を、何日かは、と、密かに目をつけていたのである。その門は、今、彼の目の前にあった。